はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、キコーナチャンネル、本日はキコーナ加古川店から生放送です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はニコ生初めてのご出演の方がおられるということで聞いてますけども、はい。じゃあ自己紹介お願いしていいですか。かしこまりました。キコーナ加古川店副主任しております稲葉拓人と申しております。はい、よろしくお願いします。加古川は長いんですか、歴は。はい、加古川は今年で3年目になります。本当に、はい、じゃあ、前の、井上店長の時も、はい、おられた感じなんですね。一応あだ名お稲荷さんってなってるけど大丈夫ですか。はい、そうですね、お稲荷さんでお願いします。いい、はい、はい、じゃあ、お年はおいくつでしょうか。今年は今年21歳になりました。若っ、めっちゃ若い。いいね、なんか森さんがね、結構平均年齢上やから若手がいいですよね、やっぱりフレッシュさんがね、あっていいですよね。はい、刺激の側近、小さくなりましたね。ちょっと重量級多かったですからね、今までね。はい、であとは、前回も出ていただきました、ヒアポンでいいかな。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと森さんは後で来るということなんで、じゃあオープニングはこの2人でということで先聞いてますんで、じゃあこれは、どっちが教えてくれる感じですか、お稲荷さん。いえ、ちょっと僕初めなんで。じゃあヒラポンにお願いしようか。はい、じゃあヒラポン、じゃあこれお願いします。はい、まず、はい、私たちのお店、キコーナ加古川店、5日に寝台入れ替えしまして、はい、はい、パチンコをメインで入ったんですけど、まず、サイボーグ009が7台で、設定付きの暴れん坊将軍が7台、はい、設定付きじゃない。あれ、なんか神の声で飛んできましたけど、それは俺のやつやから。いや、盗んでいくんで。はい、じゃあお願いします。はい、で、話題のフィーバー、ハフナーツ、はい、初期のハフナーツが5台入っておりまして、はい、で、仕事人のアムデイズが4台ですね、はい、で、シーフォギアスペックの話題の寄生獣が3台と、はい、で、一撃性に特化したロード・ファラオと、はい、イノキ、イノキじゃないですね、魔王が1台はい、で、イノキも1台ですね。あとは結構多いですね、パチンコね、そうなんですよ、結構入ってまして、はい、ちょっと覚えるの。まあまあまあ、これ全部言うのちょっと大変やのね。はい、まあ寝台もね、まあ多分メインどころで言うと、まあ009だったりね、まあ暴れん坊将軍、ファフナー、はい、この辺かなと思いますんで、まああとはトミーエリア長ね、この管轄のトミーが自分で、豊丸さんに行ってね、大の解説動画っていうのを撮ったんですけど、この、話題のピーロードバラオも、覚悟当てには1でありますんで、神の一撃。人作さん見に来ていただけたらと思いますんで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。まあ、あとね、新保険も増大ということで、ね、14度は多いね。多いです。ね、人気ですからね。ね、ライトミドル、まあ一種二種、まあ人気のね、まだ全然衰えないということですので、はい、まあぜひ新保険もよろしくお願いします。はい。ということで森さんは今日どっから天の声な。飽き足りないんだね。次は何が欲しい。罪も意識もない上の口ボトル。何？いやちょっとね、いきなり設定ついてない暴れん坊将軍に設定つき言われたんで、ドキッとした。出てきてしまいました。おいおいおいって言ってて。おいおいおい。はい、ということで、ちょっとミスりましたけど。2パターンあるんですけど、うちにあるのは。そうそうやね。319点。そうやね。自分の位置です。あ、そうですね。暴れん坊確かに2個あったよね。2個スペックありますけど、うちは設定はついておりません。ついてない方やね。時間外の方です。はい、ミドルの方ですんで、お間違いないだけ。お願いいたします。よう森矢吹、矢吹さんお尻治りました。つけてないですか。スーツ買ったぜ、本当に。ほんまや。スーツ買ったぜ。嘘。これはもうサイズ、フィットサイズ。買ったぜ。フィットサイズ。いや、初の LL サイズに手を出しちゃいましたね。今まで L サイズで頑張ってたんです。そうそうの、痩せるか、サイズ大きくするか、どっちかにせ言われて、まあ。まあまあまあ、痩せるんちゃいますか。また買い直さなあかんけどね。はい。はい、LL 森刺激と呼んであげてください。そうですね。まあ、はい、今日はラルゴ・アンシエルのヘブンズドライブで登場しましたけども、何を打つんですかね、皆さん。ラルクの台はないからね、残念ながら、はい、残念ながらね、はい、ということで、はい、まあ009とファフナーはね、ちょっともう先に関東が結構やっちゃってましてということで、今日は、はい、三強の、はい、ジュリーザピンボール打ちますんでね、皆さん はい、通じる大丈夫。いや、今ちょっと話題なんでね。あ、そう、はい、沢田健二、そうですね、はい、はい、設定付きの仕事に打ちますんで、よろしくお願いします。バラされた。はい、L 森 L って言われた。前のボタン閉めてみて。あ、全然閉まりますよ、今は。L やもんね。LL なんで。あ、そうか、はい。お前、ピチピチじゃない。でも、サイズ大きくなってるからね。
はい、ということで今日は、ヒラポンとお稲荷さんと、ね、刺激のお稲荷さんの3人でやっていきますんでね、はい、よろしくお願いします。僕のお稲荷さんはいらないね、確かに、はい、ピンボールって言ってますね、はいはい、じゃあどうしましょうか、右から3台今日は3台お借りするということなんで、はい、設定カンパ勝負も入ってますんで、ね、そうですね、今日はちょっと間違えないようにしていただきたいですね、はい、じゃあ誰から台選びますか、はい、私は最後でいいんで、はい、あ、最後でいいの、私は最後でいいですよ、あ、じゃあ僕から行きます、あ、はい、じゃあ選んでください、お稲荷さんなんか学訓チェックというか、あの朝一ボイスチェックできるみたいでね、朝一ボイスチェック、うん、ボタンを押したらとかなんかな、いや好きな台を、今日のお稲荷さんはとか言うんですかね、今日のお稲荷さん、そうですね、今日のお稲荷さんは左選びます、左、あ、一番左、一番左選びました、はい、なんかボタンを押したりで、なんかあれ音鳴る、お稲荷さんは何を入れ込むんですかね、そうは鳴らないですね、音鳴らない、はい、じゃあ一番端っこの、一番端っこ、じゃあ私はど真ん中直球ど真ん中、直球ど真ん中、はい、一番なんかあの座りにくそうな人がはそう、ね、走ったけど大丈夫、じゃあこんな感じでね、はい、森さんが真ん中で、ヒラポンが右端、はい、でお稲荷さんが左端ということで、はい、行きましょうか、はい、行きましょう、音量これ下げないとダメですね、音下げとこか、芝さん、あと森さんカメラがちょっとずれてるんで、音量2ぐらいにします、すでに2か3ぐらいで、僕のカメラがずれている、あ、1回転目でガックンとボイスなるよ、あ、じゃあ入れたらいいんやね、じゃあそこ要注意、要チェックで、はい、もうそこなんかあれちゃん出たら、はい、じゃあ音量は2にしてもらいましたね、皆さん、そうか、はい、行きましょうか、はい、じゃあ、早速シダよろしくお願いします、行きます行きます、あ、朝一ボイス、なんか言いましたね、この思い晴らして、みんな同じやった、はい、いや、私はまだ、まだですね、まだですね、私とお稲荷さんはまだですね、はい、この思い晴らして、晴らして、それデフォルトらしいよ、あとはあれやね、あれかな、お稲荷さんの場合かな、今日はなんか勝負的なもんあるんですか、今回は、そうですね、罰ゲームありますよ、今日チョコレートウィークなんで、はい、バレンタインデーウィークね、なんで、ちなみに、撮った、いえ、多分お稲荷さん、なんか言いました、あれ、ボイス、ボイス、ボイスは同じでした、あー、この思い晴らして、これデフォルトらしくて、はい、全員一緒じゃないですか、一緒でしたね、分からへんかった、朝一、はい、分かんないです、はい、全員学訓なしだったわ、あんまりカンパ要素はないということで、そうですね、一応朝一の方の今ね1回転でのボイスは必殺仕事に喪失陣っていうボイスが出ると設定5以上が濃厚らしいので、なるほど、あとは高設定期待度的にはいざ尋常にっていうボイスと私らで敵打ってっていうのが一応高設定期待度が高いみたいですね、今のこの思い話はもう完全にデフォルトらしいのでちょっと参考にはならないかもしれませんねはい、あとはおっとっとっと、おおお、いきなり震え出しましたよ、あれ、いきなりスタンバイ来た、お金変わるね、すごい、もう小判かな、あ、銀、銀ですね、銀の、どうしたどうした、左上は三谷幸喜さんですか、三谷幸喜さん出てます森さん確かに似てるかもね、スタンバイ出てますね、もう刀が刺さってますけど、これって新エースになるんですか、必殺のあれあったかな、スタンバイ、罰ゲームはズボン破くんでしょあ、いいですね、赤障子、そうですね、もう一回ぐらい、あ、もうこのままちょっといき、そうですね、リーチ、お、森さん早速チャンス、おお、震える震える、ブルブル来てますか、ちょっとじゃあこれ終わったらコメント読むね、はい、スタンバイとタイマーからマンと、あ、必殺仕事人きついよ、あ、いいですね、3回目ますよ、あれ、森さん速攻当てちゃう、来てますよ何が来てんの、何が来てんの、刀動かしますよ、僕今そうな、はい、ちょっとそれ、あれ、引いて落とした方がいいコンプライアンス怒られる、大丈夫卑猥な刀、やめてね、あ、そうですね、小判だった、単発当たり、マジかですか、また刺激が一番に引いちゃうんですか、まあ引き強ですからね、ただリミチ弱くない、確かにヒデでしょ、これカットイン金じゃないと当たらんよね、緑襟をつけるぜ、もげき首がない
弱わない、弱い弱いっすね。しげきさん首弱いっす。あ、おとっちゃん、おとっちゃん来ましたよ。あ、おとっちゃん逃げた。え、終わり終わり。あ、でも、え、あ、やつら許せねえ。なんだこれ、ユージステージ。これステチェン1回目とかどうなんすかね。ちょっとチャンスなのかな。一応今ね、あのおいねりさんの台も、連続予告2回目、あ、これ3回目やね、はい、一応、視聴者の皆さんもね、どの、仕事人がこう設定かとかちょっと予想してもらえたらと思いますね。まあ、でも森さんの台そのまま行っちゃったね。もう、うーん、なんでしょうね。ちょっとチャンスかな。森さん首がないってめっちゃ言われてるけど首見えへん。こんばんは、これ設定付きですかとかで。そうですね、寝台の。あ、ちょっと待って、音鳴ってる。音鳴ってますよ。あ、熱い。フラッシュ出てるじゃないですか、フラッシュ。熱い。保留がゼブラ。あ、ゼブラや。ゼブラ？今回ゼブラや。これはモロタな。はい、今日稲葉パンツシマウマ履いてきてよかったです。ほんまかよ。ゼブラ来たーってね。すごいね。これはモロタんちゃう。あー、いいですね、X 切り、モンドリーチ。やっぱ森さん当たるときはこれやで。あ、思わせぶりやった。ヒデじゃ厳しいね。あとはもう、多分激安っていうの出んのかな、また。お稲荷さんおめでとう。シギと違った、これはもろか。 あ、いいですね、激安、はい。わお、すごい、なんか音が激って見えてる。私は意外に必殺おもろいなと思ってるんですけどね。これ外したらちょっとショックやけどね。まあでもゼブラやからいけるでしょ。当たるでしょ、こんなん確実に。金カットイン、ほら当たった。あー、震えてる震えてるすごい、俺のお稲荷さんが、はい、いや、お稲荷くんの台良さそうって言ってますね。で、これでお稲荷くんファーストヒット取りましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、刺激とは違う。うっそ。刺激、首の肉乗ってるよ。いや、ちょっとね、ニコ生なんで持ってきましたよ、相手。はい、これで早速当たりましたね。早かったね。ということで、一発目当たったのはお稲荷さん。まあ、一応、ね、6段階設定なんですけど、まあ、高設定一番上だと75分の1ぐらいということで当たりやすいな、ね、で低設定でも、まあ、いつものユーパチスペック99分の1ということで、なんか2から5は一応なんか調整中みたいになってますけど、まあ、調査中かってなってるんで、ちょっと、まあ、はっきりは出てないんですかね。で、突入率 58%、 時短20回、カウントは10個ということで、へそからだと、4ラウンド各辺が 38%、突角 20% で、4ラウンド通常が 42% ですね。あとは10ラウンド各辺ね、取れば結構大きいみたいですけど、なかなかこの 8% が入らないみたいで、右打ちね結構しんどいかな。まあ、へそと電柱一緒かな。あ、一応、ヒラポンの台も、ゾーンみたいなの入りましたね。ちょっとなんか来たら言ってちゃんと。なんか来たら言ってよ。モードかな。あ、スタンバイ来ましたよ。あ、確認。お、嘘、ピーフラ鳴ってる。すげえ。鳴ったの？気持ちいいね、ピーフラ。気持ちいいっすね。私はやっぱり一発告知はもう京楽さんが一番好きやなと思ってますんでね。継続。森さん一人当たらへんのじゃ。そうね。観念しな。やる、スタンバイ。出玉はどれぐらいですかってことで、これで言うとピーフラなったんで、多分確変は確定ってことかな。外れましたよ。え外れましたよ。やばいな。今一応、ヒラポンの台発展してるけどね。さあ、2人目当たるかどうかですね。まあ、これで、お稲荷さんの台は確変中ということなんで。まあ、もう3連目なってますからね、ヒラポン。確かに。そうですね、連続動き3回。まあ最近ね、連続予告3回来ても、あ、おとっちゃん、あ、来ない。結構おとっちゃん待ちのとこもあったりするのかな。突角 20% ありますからね。まあ、出玉的には、あの、確変中に、10ラウンドどんだけ引けるかがちょっとポイントになってくるかなって感じですかね。ラッシュがね、結構いかついっていう風に、ネットでは見ましたけどもね。え、ちょ、どう、あの、ユーパチスペックの 8% って引けそう？何ですか？ 8%？ 8% は引けないですね。引けない。あ、でも3点ですね、お稲荷さんの台。
これはもう早い、いけんちゃう赤ずからしかも、うん、いけそう当たりそうですね。あと今回キャラクターというか鈴木奈々さんも出られるということなんでね。あ、以上激アツ来てるね。くっそ当たるんちゃう今日のお稲荷さん違うぜ。刀押し込めと、そうそう刀押し込めと、あれ、いやこれ復活チャンスかまたろうぜ。え、復活やろ、白煙中でしょ、だっても当たる、当たらん人はだんだん小さくなる。うっ、外れた、外れるんだよ、怖い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 設定差あんのか、ああいうのは。名前がだんだん大きくなって見えなくなるでも可能。こんなにすぐ当たるのは神戸中央店です。だんだん鈴木奈々、誰が望んでるんだってね。だから奈々ちゃんやね、今回一応今、核兵さん熱かったと思うねんだけどな、普通に外れたな。ねえ、ちょっとショックやな。ちょっとコメントも読もうかな。京楽って3点熱かったってことで、だってもう核兵中に3点って、しかも激アツ出てたらちょっと期待するよな。一応またゴズグラでリーチかかりましたね。ほんまやね。いやまあ、でもどうなんやろね、これ。一応激アツは出るんかな、デフォで。激アツやで。あとはヒラポンの台も結構演出多いですね、先からね。はい、あれよく考えたらヒラポンいつの間にか外してるじゃないですか。そうそう、外れとった、何もなかった。じゃあおいなりさん当たりましたね。くっそーいなり、音鳴ってるわ。くっそーいなりティーフラー、まあ、これで5なので、まあ、各辺はね確定だと思うんですけど、あとはその振り分けかな。ちなみにお稲荷さんが虫食べたいって言ってるんですけど今日はあるんでしょうか。虫あったからちょっと探すわ。今日ちょっと荷物整理したところ。いやいや探さなくていいっす。なんで食べたいでしょ。探さなくていいっす。あとは各辺時短は、10ラウンド各辺が 8%、 4ラウンド各辺が 50%、 4ラウンド通常が 42%、あと、こう当たりラッシュ中は10ラウンド各辺 8%、 4ラウンド各辺 50%、 4ラウンド通常 42%。 おっ、松そうだぜ。これはあれか、京様かな、ちゃうわ、あれやね、ユージ。なんか急に、あ、森さんこれはブルブルしてる、ブルブルしてる。森さんちょっと激アツやで。激アツ来た。小判、小判じゃないけどね、保留かっこいいな。確かに森さん、サソリリクエストとはやりますね。台所に行けば何かおるんちゃう。新規どんだけ虫好きなん。3点は全く熱くございません。あ、そうなんや。でも核変ズアラはやっぱりちょっとチャンスですよね、一つ。やったね、当たった森さん、これデキレですか。やりましたよ。やりましたよ。これサムネに使ってください。サムネちょっとなんか、面白い顔してるな。森さん面白いこと、はい、面白い顔してこれで核兵になりやがったら、まあまあ面白いことしましょう。盛り上がりね、盛り上がり。僕もタイマーありますね。お、はい、タイマー来た。はい、はい、森さん全部潰される。はい、ダメダメ。サムネ、あ、ズボン破けた瞬間で使いません。設定当てだよね。シーキは優しいから部下にいいのを打たせてあげれてるんで、はい、そうなんです。シーキ僕単発やったんで、平野社員が面白い一発ギャグやりたいって言ってます。無茶ぶりがひどい。ただでもタイマー追加になってますけどね、平本さんの分。さっきね、コメントありましたけど、このタイマーとスタンバイ絡まないと当たらないっていうね、はい、声もありましたけどね。どうタイマーシュレックおめでとう。突っ込むときに金色みたいなの出たのは巨大進撃券でほぼもらったようなもんです。あ、さっきお稲荷さんね、始めたときに金色のなんかカットに出てたもん、ね。はい、あれのことやね、多分。さあ、平本当たるかどうか。一応障子は赤でしたね。森さんは単発っぽい。単発ですけど何か。何か。まあ、単発でもまあ一応時短20回。まあ時短で引き戻す男ですからね。そうですね。はい、あとお稲荷さんの台はまた3点敗。お稲荷さんどんだけ出すの本当に。ちょっと当ててほしいね。エアバイブとか来てほしいね。触れないタイム入りましたね。おら。そうや、これ、今回も右打ちで小当たりラッシュで増えるんですかってことで、小当たりラッシュは、突入が 8% しかないので結構これ入れるのが、大変みたいですね。キモっすね。で、一応確変自体はその小当たりラッシュ以外の確変が 50% あるので、まあ、ここ引き続けてれば一応出玉ね360個ぐらいは、獲得っていう感じかな。一応小当たりラッシュ入れると900個、ぐらいの出玉になるそうですね。8% しかないのか、平野頑張れ。刺激もお稲荷さん出したら当たるよ。お稲荷さん、いやちょっとそこは稲葉主任の特権なんで出せないですね。特権なんで、お粗末やからやめとき、はい、こ
この前ビジョンフリーズ巨大し、激震拳外れました。うわ、まあでもどうなんやろう、ユーパチやったらまだちょっとこうあれなんかな、許せるんかな。あ、じゃあね、ちょっと古いコメント見ようか。エヴァコツ、シンフォギアで1万9000発出ました。すごいな。こんばんは。山形からこんばんは。もげきもげきって言ってます。もげきになってる。森矢吹さんやから、もげき。こんばんは。シンフォギアありがたや。森矢吹さん。倉敷から森さんおめでとうということでね。倉敷から、はい。それ、コムタンちゃうんか。この方があれやって、明日加古川に行くそうなんですが、はい、森矢吹さんのお店とは違うところに行きます、ごめんなさいってコメントで。それ違うやん、もう。はい、言うてました。もうそれ確実にあれじゃないですか、もう。はい。もう、大きなリンゴさん行くつもりじゃないですか、ね。大きなリンゴさんね。大きなリンゴさん行くじゃないですか。確変中に7点で当てる。はい。の格好当たりらっしゃるよってね。今日も岩手からこんばんは。森山七瀬夏美よりも集まるに会いに行く気満々じゃないですか、本当に。あ、過去があれか、その方来られるのね。刺激マシンガントーク、福島からこんばんは。1円で戦国乙女花の319打ちました。3万発出ましたよってことで、すごいね。すごい、みんな3万発すごいね、よう出るな。お、稲荷さん当たっちゃったけど2位か。そうですね、自らですね。どうやら昇格してないね。恨み晴らしてくれたけど、ね、そしていつの間にかまたヒラポン外してるじゃないか、タイガー。そうそう、ヒラポン結構演出多いねんけど、なかなかちょっとね、無劇を思えてって。なるほど、めっちゃバレてる。それはね、森さん他店情報シビアやからね、はい。あ、これで、確変終わるかな。一応時短は20回ねついてくるそうなので、またここで、引き戻しがあればいいですね。ちょっと暑そう。お、ちょっと暑そう。ヒラポンの台かな。やっぱあれかな。あ、小判1個来ましたね。小判来ましたね。3人とも頑張れ。ちなみに通常時7点しても確変に入るだけでラッシュは入らなかったと思うって言ってますね。今回の余ってそんなに連チャンしない感じですかって言ってますが、どうでしょうね。でも確定率は 58% やけど、やっぱね、でも高設定とその低設定でまた、変わってくるからな。まあ、ちなみに私も今3連目ですからね。3連目。どう、期待度的にどっちが熱いんやろね、ヒラポンが森さん。私は保留はノーマルですけど。ノーマル。ヒラポンは一応もうこれ、8点しか。当たれ。3点。ちょっと P フラくらい来ないやばいんちゃう。泣けばいいよね。3点っていう天ぷら屋で天ぷら食べたい。全てでコメントフリーズしたで。かのこ代が来月周年だねーってことだよね。あ、そっか、玉江さん。玉江さん今日行こうかな言うてたけどね。来れへんかった。絶対嘘やん。今日はシンフォギアライトミドルで6連単食らってマイナスでした。でね、シンフォギアユーパチで500円初当たりから取り返しましたということで、おめでとうございます。あ、おとつや。なかなかおとっちゃん来ないね。え、マジで。はい、やっぱその固まった。3連1であんなにあっさりスーパーリーチ外れる。いやでも最近の連続予告3回安いっすもんね。安っ。あの、発展せんくて終わったりしますもんね。店長、今日もズボン破けてますかって、ね、いやー、今日はまだなんとか大丈夫ですね。はい、はい、おいねるさん、ヒロポン、店長の悪口を1個ずつお願いします。悪口、悪口、いや、いつも悪口5つぐらい言われてますからね。いや代表的な悪口なんかあるんですか。はい、おいなりさん、ちっちゃいねんて。おいなりさん、ちっちゃいね。そこは否定しといた方がいいんじゃないのかい。じゃあ森さんのお稲荷さんやね。あ、僕のお稲荷さん。そうほんまに悪口やな。何がさあれだよね。刺激もヒラポンも普通に外れてるて。ヒラポンこのままやったらタイキックやで。ヒラポンほら、演出来たら騒げって言われてるけど、あれどうなんやろね。いい演出やったかどうかちょっと微妙やけどね。そうです。お稲荷さんぐらいこうね、あったらええけど。やっぱりフラッシュか激アツ伝統ダメっすね。あとはもうゼブラとかですね、やっぱね。あちゃんさん、あ、なんか光ってる。おお、これは確変やったんか、お稲荷さんの場合。あ、なんかフリーズしてる。そうなん、復活するんですね。あ、ほんまや。かっこいい、かっこいい。え、何今の確変やったん。あ、そのまま当たった。ただ当たりっていうだけの。すごっ。時短中の当たりなのかな。すごいね、チャンスタイム最後の回転でしょ今の。そうですね。何これってね。P フラは通常時6ラウンド確、あ、通常時6、16確定じゃないよね。確定になってる。すごい。
これで4連目やん。しかも引き戻しすごい。何これ、引き戻した。さっきの見たわ。今日の稲葉は絶好調ですよ。ですね、お稲荷さん、ちょっとサムネイルね、今日はお稲荷さんのサムネイルになるかも。そうですね、はい、お稲荷もっと盛り上げようぜ。しかも引き戻し、やる矢吹残念はい、ユーパチの偽物語めっちゃストレス溜まりますっていう人もいますね。あれは時短突破みたいなもんですからね。お稲荷さんやるね。ちえ、今日は、表のブツはポロリしてますか表のブツ。あ、表のブツですか。はい、いやー、ちょっと生放送なんでね、はい、やめときましょう。やめときましょう。代わりにあのヒラポンが公開しますんで、はい、モザイク入れといてな。そうですね。シエキさん、仕事人って稼働どうですかって言ってますね。いやー、思ったよりいいですけどね。うん、焼きますという割にはやっぱり。あ、まあまあね、まあ、必殺、ユーパチ8年ぶりでしたっけ。あ、書いてましたね、8年ぶりの必殺アマデジって。なんかそんなに出てなかったんやと思ってね、びっくりしましたけど。あ、途中、何でしたっけ、お祭りワッショイとかでしたね。そうって考えたら、あれよね、だいぶ昔の筐体のあれやね、必殺ユーパチってことですよね。お、ヒラポンちょっとチャンスちゃう、これ赤文字。刺激アリア WA まだ人気あるかとやってますね。アリア WA は何とも言えないですね。まあでもちょっとあれかな。おお、ちょっと待って、まあ、ピフラなりまくってる。ピフラなりまくってるやんやばいね、脳汁がやばい。すごいですね。まあちょっとアリア WA ももう販売あれぐらい経つのかな、 3,4 ヶ月とか。まあ お店によるでしょうけどね、その版権的なもんがあるので。まあ、こういう必殺が受けるお店だと、ちょっとそういう、こう、なんてやろう。もう私も3連目来ましたけど、騒ぎませんよ、もう。スタンバイ青やしな。もう騒ぎませんよ。保有は変わるんじゃないですか。おお、でもフラッシュ出た。いいやん、いいっすね。さあ、どこ行くかやね。いや、私、これ、鉄出るよね。鉄 出るっけ、森さん。あ、小判だった。仕事ゾーン、あ、出陣ゾーン結構よかったっちゃいました。出陣ゾーン行きましょう。出陣ゾーン、うわー、赤だ。あー、オリクさん、しかもお稲荷さんも激アツ来てる。激アツやで、オリクさんあー、ユージとオリク京都、まあ、京都もあれやったっけ、激アツカット今出るんでしたっけ。いやー、京都ですよ、京都。緑弱い、お稲荷さんいい音。そう、お稲荷さんいいな共闘なんだから頑張って。いや、お稲荷さんええだいやなって言って、ヒラポ生きてる、頑張れチェキ、キクリの設定付きいいと思いませんか。 GTO で言ったら内山田共闘。分からへんわ分からん、外れました。外れた。キクリさんですか。キクリ、いやー、ちょっともう微妙ですね。もう微妙か。あ、本当、これもまあ半券とあとスペックよね、多分。そうですね、まあ、あの前のお祭りワッショイがまだあるんで、お祭りワッショイ言っちゃいますね。何でした、あのキクリのお祭りがあるんでもう混ざってもうてるがな。そっちの方がすごい、7点ちゃうん、これ7入った。しかも超ってなんかなってます。あ、これラック当たりダッシュです ね、 入りますね。 8% 引いたで、あの人すげーすごっ。今日のお稲荷さんすごい、ほんまや、もう楽しいですね。森さん、これビンビンちゃうか。そう、反ってますね、本当に反ってますね。ソリマツタカシ呼ばせてもらいますわGTO だけに過去側のね、はい、すごいな、過去側のソリマツタカシ呼ばせてもらうぜ。 8% すごいね、これはサムネだわ。ナナナット今日も会議したらこんばんはで、ね、お稲荷さんの台絶対ええわでね。矢吹のサムネは今日無理やわ、諦めてズボン破こうぜ京都のところが激アツになることはある。いやいやいや、ビッコー稲荷来た、ビッコー稲荷オールでビッコー。音がすごいもん、なんか、うん、音がすごいですね。いやー、まあ、京楽さんの筐体ね、結構ちょっといろいろ言われてますけど、私、仕事人はすごく合ってると思うんですよね。ちょっと AKB とかはね、やっぱ RTC 入るとちょっとうるさくなっちゃうからね、あれやけど、P フラ、前々の絶頂、いやー、P フラはやっぱええ音ですよね。昨日、シンフォギア打っててビビったのが、ハンドルからなんか出てきてビビった、ポコーンってやつかな。地域横チンさんって、もう移動なっちゃったのって言われて、チン横は移動しましたね。もうちょっと加工側におられないですね。はい、はい、お稲荷さんは絶対いいだわ。森さん、気候な加古川店行くなら、何の機種がいいですかって言われてますね。
何の機種？何の機種？パチンコやったら今あるでしょ、やっぱり増大の新宝器はちゃうんですか？まあ人気ありますしね。はい、スロットやったら何なんでしょうね。スロットもこの方はスロッターなのかな、わかんないけど、お稲荷さんパチパチってね。まあスロットはね、もう正直、はい、もうどれもおすすめしたいぐらいの、いつもね。まあラインナップ多いですしね、過去はね。555台ありますんで、555台多いな。500台オーバーってなかなかないけどね。これ U パチだよ、ね、お父ちゃん釣り上げたら追っかけチャレンジみたいになるんじゃないですか。釣ったで釣ったで追っかけて、あ、これも当たりか、当たりや、森さん、やったで特格 20% 来ましたね。これまた僕だけヒラポンやばい、やっちゃんこれ。いやもうこれで虫を食べてもらうしかない。虫そんな食べさせたいね森さん。でもこれまた特格やからさ、次また単発の可能性もあるで。確かに。そういったら単発と一緒やね、まあ、1回の出玉獲得しましたからね、もうこれ、まあ、森さん特格で、ね、ヒラポン何してんの。過去側のラインナップめっちゃ好き、遠くて行けないけど。ありがとうございます。それは店側のですね。矢吹さん、そこ落ちなら罰ゲームでお願いします。いやもっと僕好みのラインナップにしたいんですけど、やっぱりもう機会がないっていうのが。あ、まあ確かにね。ねえ、ほんまやったらもうダンバイン40台ぐらいにしたいんですけどね。それまあどこもそう思てんじゃん、どこの店も。もう今もうダンバイン部品が出ないっていう。あ、なるほどね。あれ、まあ前の筐体ですしね、サミーさんもね。なんでや。ヒラポン罰ゲーム決定やわ。今日出演者2人やったっけ。どうすね。これはこれから無双が終わって新フギャの時代やなってね。ダンバインってまだ置けるんですか、森さん。何ですか。ダンバインってまだ置いても OK な。まだあれですよ、認定の期間はありますんで置けますよ。そうですね。あ、そう、さっきコメントであの北斗無双もう終わりですよねって書いてますけど、まだもうちょっとありますけどね。年内はいけんのかな。全然まだ行けますよ、はい、そんなここ1ヶ月とかじゃないですよ。ね、若い。森さん自体が重量級になっちゃったから仕方ないですね。いやいやいや、うん、僕なんかまだまだあれじゃないですか、はい、ウェルター級ぐらいじゃないですか。ウェルター級、ウェルター級。わ、すごい音、無敵ゾーンやって。エクストラ17。森さん霞みまくってるわ。いや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 、やばい。なんで僕をそこで待機します。いやいや、森さん一応今確変中やんか。確変中やから、ちょっと派手さがすごいわ。まあ、さっきから4点しかしないですから。わ、赤いやつやん。しかもあの青空ばっかりはやばいね。お稲荷さんもそう。来月はガロの設定付き出ますねということでね、言われてますね。出ますね、ゴールドストーム。お稲荷のモードさんは何なのとか、無敵ゾーンやからまだ落ちないってことちゃいますこれ多分。まあ、あのガンツみたいなもんですよね、うん、本当に。地域最大点のこと、あ、4番何枚の40台はさすがにちょっと難しいよな。前回ヨネツゲンさんのレモンの、ミュージックビデオが先ほど3億回突破したそうですよ。すごいね。なんか紅白出てからもっとこう人気出ましたね。とりあえずやったぜ。お、赤柄になりました。あら、昇格。ただ当たるとは言ってない。当たるかわかんないですけどね。緑やん。森さん、ピーフラは？森のピーフラは？森のピーフラ、森のピーフラ、ないやん、ほら。どういうこと。森さん、完全にかませんになってるけど大丈夫。お稲荷さん、これで、小当たりラッシュが多分終わりかな。そうですね、ね、ここからは多分過去編になるタイプですね。ちょっとあの AKB っぽいね、なんかブーストアタッカーみたいな感じでね。あ、でも超増加中やから小当たりは小当たりなのかな。超ってそういうことやんな、ちゃうかな。楽曲でも変えようかな。気分転換に。荒野の果てにと見せかけて、はあ、何すんの。月が笑ってらーにしようかな。まあ全然分からへん。一応、戻して、じゃあ女は海にします。女は海。こんばんは、柔道のクジャン中毒者ですね。刺激年賀状ありがとうということでね、ありがとうございます。 CR 多く気になるっていう人もいますね。 CR 多く。はい、スロットの6号機みんな座ってなくて、今後のスロットってどうなっていくと思いますか、森さん。6号機そうですか。でも私結構人気あるって聞いてるんですけどね。いや意外にね、はい、争点とか僕なんか思った以上に頑張ったなと思いましたけどね。そうですね。あとあれカーミもやっぱりなんだかんだ座ってる人多いですけどね。やっぱりもう次ね、うん、リゼロが出ますから、リゼロ。そうそう、これはね、期待してる人かなり多いですね。純増8枚でしたっけ。純増8枚、ね、リゼロ。
あ、2位で当たってしまった。お稲荷さんがやばい、終わりそう。お稲荷さん、森さんの対応、ね、僕は今赤ずがらオンリー。今はね、今はね、ここで当ててもらうね。女は海。おしごろ。今のクレナイ、クレナイタイムって入ってた？はい。あんたこの世はどう思う？あんたそれでも生きてんのって言われてんで、よい、おい、青ずがらやないか。港の横、横浜、横須賀。あ、まで、これだけ出たらいいよ、お稲荷さんってね。鏡と装填は一ついてるってね。鏡は設定入ってないと打てへん。まあそれなんでもそうやろうけど、まあでもスロットはやっぱ難しいって言うけどね。低設定でも出るときは出るからな。お稲荷もっと喋っていこうぜと。そういえば関東はまた雪が降る降る詐欺に遭いました。あ、結局降らなかったんですか？ニュースではね、降る言うてたけど、新しいゼロ2が来ても当たりません。赤でも金でも加速装置でも超赤月っていうのかな。でもどうしたらいいですか？来ましたよ、赤ずがら来ましたよ、赤ずがら。まあ、もそれも当たんないでしょ。また緑や、ほら緑やもん。また緑や、しかも有事。森さん、シルク風が来てる、風が。お、エアバイブ風が来てる。そう、風のおすわけしようか。風のおすわけ、風のおすわけ。じゃあ森さん、ちょっとカメラに向かってふーって森バイブ上げて、森エア。たまにこのエアーがめっちゃ臭いとか面白いバージョン作ってほしいですけどね。怒られるやろ。そうやったらあれや、ラッキーエアーとかもね、匂いつけてほしいとかあるもんね。ヒラポン生きてるってことで、ヒラポン一応あの赤のフリーズみたいなの着てたけどね。そうですね。ね、あ、はい、またあの試脚モード入ってますけど。いやー、これでお稲荷さんに追い上げますよ、本当に。緑。せいやは朝一の日時計の色見て逃げる人が多いってね。ああ、設定差かなんかあるのかな。頭いい人が6号機で面白い台作ってくれるよってね、北斗の初代みたいにって言ってますね。6号機は低設定触ったら置き時より死亡フラグということで、まあそれはまあね、スロットの判別はスロッターの面白いところやと思うんで、入ってないなと思ったら打たないのがいいんじゃないですか。森谷さん、ズボンの調子はどうですか？今日は大丈夫だよね。ヒラポンチャンス来たって言ってますけど、スタンバイ一応、赤まで行ってますね。保留は変わりそうかな。変わりそう。刺激からの風は臭そう。刺激のバイブ意味深。あ、コマ3つ。森さん、また太った？いやいや、太ってないですよ。太ってない、現状維持。現状維持っすね。仕事にはし、森さんは仕事人に狙われても助かりそう。どういうこと？スローなら対バニが楽しみってことで、そうですね、私も対バニはちょっと期待しますね。岩手県14日までずっと予想最低気温がマイナス9度から10度です。寒いよ。森さんを連れ出してもいいですか？連れ出すんですか？はい、凍えて雪だるまみたいな。いやー、もう凍りますよ本当に。森刺激って家畜を飼い始めました。いや、家畜に森刺激っていう名前をつけました。ずっと可愛がります。ホワイトピックも誰がやん。ヒラポンしてるから。刺激たんワイシャツに乗っかってるお肉キャワ。キャワ、ありがとうございます。お稲荷さん、司令と終わってもうたやん。お稲荷さん、お稲荷さん突っ込まれてる。お稲荷さん終わってもうた。みたいなあって、グスって書いてあったんですけどね。はい、確かに。あ、どうなんやろう。一応なんか終了画面とかも設定差あるみたいですけどね。はい、結局外れますね。いや、もう何もなかった。あ、森さんでも5点。まだ5点ですね。森の風来てないの、森の風。あら、全然やん。時短すらならない。あら、時短終了後は障子背景で一応設定判別ができるそうで、おむつさんが出たら設定6濃厚、おたかさんだと設定4以上、実写仕事人喪失人だと設定5以上、実写のモンドが出れば設定4以上、あとは何やろ、犬小次郎と武蔵っていうのがいるみたいですけど、まあ256か346が濃厚っていうふうになってますね。まあ、あとは大当たり終了後にたまちゃんトロフィーっていうのが出ることがあるみたいですけどね。これやっぱ虹とか金が出ればかなり高設定かな。あとピーフラもパターンがあるみたいですよ、森さん。ピーフラもパターンがあるんですか？キュイン4回と5回と6回で設定差してるみたいですよ。キュイーン。それたまちゃんのあれじゃない、言い方じゃない。はい、キュイン6回だと設定6とか、すごいな。たまちゃんトロフィー、進撃の巨人。巨人出てきたら怖い。刺激のおむつプレイみたいな。刺激、今日の夜食教えてくれないと寝れない。夜食、今日の夜食は何にしようかな。あ、まだ決めてないの？いや、食べる前提ですか？もう食べる前提になってるね。どういうこと？
なんかいっぱい食べてるイメージなんかな。食べるとしたら何がいいっていうこと？食べるとしたらもうでもね、ここら辺の店も空いてる店が限られてるんですよね。マクドか。マクソか、はい。マクソかラーメンしかないですね。マクソかラーメン。ラーメンらしい。はい。またくれないタイム。しげきさん、電話のまでやめて。仕事に久々打ってみようかなで、ね。でも刑事座っちゃうねと言ってますね。朝一100回転目に設定差出るんやったっけということで、そうですね、100回転ごとのサイド液晶にキャラが、出るそうなんですが、仕事に総出演8人全員出ると、まあ、設定5以上濃厚ということで、結構この辺はちょっと全部覚えるのが難しそうなんで、多分サイトとか雑誌見てちょっと覚えておいた方がいいかもしれないですけどね。コムが食べるの何がいいと思うってやってますね。もうコム言うてるじゃないですか。コムってあのコメント入ってる。いやーどうでしょうね、まあ、やっぱこの時間も空いてるのがコンビニでしょうから、うどんっすね。なんでうどんなんやろ。肉うどんかな。あ、レンジでチンのやつあるもんね。バコツ、前お好み焼きの場所聞いたってことで、なんか加古川店の近くにお好み焼きの美味しいなんか有名なお店があるらしいんですけど、森さん知ってます？なんかその調べたんですけど、その聞いて、うん、何でしたっけ、なんとか数字。あ、そう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 、調べたんですけど、うん、地元の人に聞いたら誰も知らないって言ってました。え、そうなんや。なんか伊藤洋華の方。そうですね、元横鎮が住んでた家の近くですね。なんでそんな特定すること言うの。はい。あ、ちょっとわからないってことかな。ちょっとあの浜の方にガンドラムなんですよね。うーん、なるほどね。シェイこんばんは、キャーってやってますね。あ、ホームページ見たら霞焼きって書いてましたけどね。うーん、そうなんや。なんでしょう、霞焼きと霞焼きの違いが僕はよくわからないですけど。サンキュー。あー、森さん早くステーキ行くぞって言われてますね。いきなりステーキですか。昨日行ったんやったっけ。いきなりステーキ、昨日行ってないですけどね。あれ、おかっちがなんかツイッター上げてましたけど、それは前のやつ、何日前、1週間ぐらい前ちゃいます。会議の後とかのやつ、はい。あ、そっちか。今日ムッシュ行ったって言ってますね。アボシのあれかな、私もちょっとあんま分かんないですけど。しげき、次の1日は特に杯食べてね、チャレンジ。特に杯って何。特に杯、あー、あれですね、丸亀ですね。あ、なるほど。あ、そっかそっか、1日の日やもんね。昨日僕うっかりしてて、え、吉野家に牛丼もらいに行くの忘れたんですよ、本当に。なんなんこのガメついてんちょ。え、あ、そっか、昨日フライデーやから。ソフトバンクユーザーとしてはあれでしたね。あ、そういうのちゃんともらいに行くタイプなの。いやー、それはだって店の真横ぐらいにありますからね。そっか、それは行きたいね。うっかり刺激。いきなりステーキって美味しいですか。美味しいっすよ。美味しい、美味しいって。私もちょっと行ったことないんで、ね、そしてめっちゃ震えてますよ今。激アツ来てましたね。あ、あれ外れた。お、お稲荷さんは赤の忍者。タイマー2回目ですね。お、タイマー2回目、しかも5点かな、2連目だから太るんやで。今日肉、あ、昨日肉の日かってこと。そうですね、それでか。いやでも僕は、はい、あれですよ、あのいきなりステーキ行っても米は食べなかったですよ。え、肉だけ食べた。グッサンとオカッチは米食ってましたよ。あ、3人で行ったの。グッサンとオカッチは米食ってました。3人で行った。3人で行きました。仲ええな。グッサンは米食べた。グッサン、まあまああの体格で300プラス米食べてましたよ。ご飯が止まらないってね。肉300書いてましたけど。お稲荷さん全然喋ってないけど、お口にマスクしてんの。なんかあれですね、ヒラポンはあんまり突っ込まれないけど、お稲荷さんやたら突っ込まれますね。いや、ヒラポンもね、喋れってはちょいちょい言われてるけど、はい、ただまあ多分ね、初めて出た人とかはね、打ちながら喋んのって多分ね、難しいと思う。いやでもね、お稲荷さんはね、なかなか面白い経歴の持ち主なんで、いろいろと聞いてあげた方がいいと思いますけど。経歴ですか。もう聞いてあげてくださいっていう定義なんですけどね、はい。でもお稲荷さんさっき21歳って言ってたね。はい、そうですね。めっちゃ若いけど、そんなあれな、今日森さんがびっくりするような経歴をお持ちなの。持ってますよ、本当に。そう、爆弾隠し持ってんの。はい、ね、いや、ぐっさんと一旦羨ましいって。アンダーツリー就職して店長になればいけますよ。まあまあ言うてもぐっさん僕より下手したら車歴長いですからね。まあでしょうね。彦根の弁蔵とかあの辺と同じぐらいですもんね。はい、10年以上かな。15、6年ですよ多分。お稲荷くんたまにホールで見かけるよってね。どんな経歴が言うてって言われてますけど。経歴ですか。言ってあげて。経歴、ここ入る前とか。あ、ここ入る前は工業高校行ってたんで、はい、現場監督地元でやっております。現場監督やってた。はい、すご
もう 今はどうなんですか、その現場監督をやりたいとは思わないの？そうですね、一回やめちゃうともういいかな、資格とか大変なんで、おうって言ってたらモード入りました。お前ね、資格モードなんなこの現場監督重複、そんな仕事の話して言うてるちゃうねん。いや仕事人やからさ、今日ね、もっと、ね、もっとナオンとこナオンの話して、ナオンの話。ナオンって何？いや研修行くたんびに遊んでる話せい。あ、そうだ。あ、そうですよ、遊んではないですけれども、ちょっと本社に研修行った時に、本町やもね、大阪は、はい、ちょっと帰りにナンパされたっていう。ナンパされたん？はい。どこで？本町で？本町の大阪駅の前ですね。本町の大阪駅の前？ちょっと詳しくないんでわからない。大阪駅の前か。はい。ナンパってどうされんの？あれ？楽園ナンバ店か、あれちゃうかった、一日さん大阪本店ちゃうかった、ほら。あ、ドンキの横ぐらいですね。ドンキの横、はい。なんて言われるの？ご飯行こうとか。僕アイスクリーム食べてたんですけど、このアイスどこで買ってんのって言われて、おう、そっからちょっと案内して。あ、そうなん。新手のナンパやな、アイスクリーム。連絡先だけ交換してましたね、丸ビルのところで。つつもたせ、赤い服着てた。まあ、あれですからね、まあ、アイスクリーム食べてるやつのナンパ成功率 90% 超えてるって言いますからね。お兄さん30円、はい、普通に日本の方？はい、日本の方。そうなんや。連絡先交換とかはしてない？いや、交換しました。したいや、ちゃっかりして。まあ、な、出会い多いって羨ましいね、はい、現場監督って資格ないとできないからすごいね、お稲荷さんって言われてますね。そうですね、下積みでちょっと経歴積まないと資格も取れないんで、うん、資格の更新大変そうやもんねって言ってますね。現場監督すごい。お稲荷さんと同い年や、全然一緒に見えへんっていう人が21の人。刺激、グッサンのことを弁蔵店長があざといって言ってたけど、ほんまですか？グッサンあざといっすね。あざといんや。グッサンあざといっすね。はい、あざといです。もう今見ていただいたら分かると思いますけど、あのレインボーのポスターあざとくないですか？撮り方ちゃうの？待ってるわ。撮り方ちゃうの？撮り方。あのコメントは多分我がエリア長トミーが考えてると思うんですけど、ね、あ、そうなん。おそらく待ってるわとは言わないでしょうね。でもグッサンは多分、はい、アニメート横かいなって。レオパレスの現場監督ですか？レオパレス、まあ、色々やから、ね、今言っちゃあかんやつ。はい、色々やっとうがね、大変やからね、関東はね。21歳一回り以上したかってことでね、言われてますけど、うちも大概やけど、ダイエットって甘味が良くないらしいから、炭水化物とか化学的には関係ないらしいよってことでね、まあ、糖分とかあの辺なのかな。ヒラポンの場合は一人だけノーヒット、焦ってるんですよ。もうすぐ50分だから。まあまあ、ノーヒットノーラン無得点試合を達成しようとしてますからね。いきなりステーキダイエットってあるらしいね。お肉しか食べない。あ、そうなの。まあ、おかずは太らんとか言うけどな、米とかよりも肉もダメじゃないですか。まあ脂質ですからね。夜中に食うから太る、間違いない。いきなりステーキは行ったことないって言いますね。グッサンのポスターに釣られてしまいました。グッサンは正義って言われてると思いますね。みんな美人とか綺麗な人には優しいですね。その間にグッサンのなんですか、正義が悪から判断するようになったんですか？いや、もうみんな可愛いもんは正義やねんな、これな。平成10年までなんて言ったんですか、はい、うちのエリアで言ったら、はい、まあ、僕とグッサンは正義やとしたら、まあまあ、今井幸四郎と大和くんは悪ですかね。なんで？なんとだ。アボシはええのか。アボシはね、見かけ倒しです、うん、見かけ倒し。平成10年生まれですか。あ、21歳やから。平成10年生まれ。あ、まあ、31年か、平成今年。そういうこと。若っ、平成10年やって。うっかり刺激とちゃっかりお稲荷さん。、ね、いや、ボクそうでしょ、確変中が長すぎて、もう152ゲーム回してます。それ小当たりやったらね、増えて嬉しいんやけどね。刺激ちょいちょい噛んでる。国家資格は会社辞めても関係ないんですかって言われてますね。これお稲荷さんかな。あ、多分一度辞めちゃうと途切れちゃうんで。そうなんや、途切れちゃうんや。大変やなこれ。そうですね。お肉ばっか食ってると体臭がきつくなるって聞いたことある。あー、まあそうやね、良質な油じゃなかったら結構体臭に出るって聞きますよね。まあまあ確かに、温野菜ダイエットしてる人に聞くと、うんこが臭くなくなるらしいですね。それは菜食ばっかりやからでしょ、はい、ただでも野菜ばっかりも良くないらしいけどね、偏ってるから。まあまあ確かに脂質がないと。あ、なんかすごい音鳴ってるけど。当たったけど、これはやばいやつ。金髪にや。
森さん、平成の次の年号何になると思いますか。豪商とかですかね、豪商北斗かな肉はエネルギーやから平気らしい。なるほどね。確かに幸四郎は悪だよね。あの作り笑顔は悪。そうですよ。刺激も可愛いよ。あ、振り込みお願いします。5円でお願いします、ね、集まるもせい。あ、資格って何の資格のことを言ってんのかなって言ってますけどね。どうなのね。これは何の資格なんかな。あ、僕はあれですね、建築士の資格で。建築士の資格。はい、まあ、初めなんで二級建築士なんですけど、まあ、それでも長い実務経験が必要で。あ、そうなんや。はい、まあ、でもほんまに一回ちょっと現場離れちゃうともう忘れちゃったりとかするもんね。そうですね。それは大変やわな。キラポン、そういえば最近しげる見ないなって言ってますけど、しげるさんは一応生きてるってことでいいよね。森さん、事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きているんだ。何の話やね。いや、現場の話でも分かれへんわ。キラポンは疑似で。大和くんだって今月放送あるんでしょ。なんか姫路が、最後の週かな、多分2月最後の日にあったはずですけど。大和くん、いやね、ちょっと私はその日お休みするかもしれませんけど。なんてこった。はい、ちょっと遠いからね。もうキラポン来てるか。また偶数やん、森さん。間違いないね、偶数来た。そうなんですよ。はい、国家資格は国家が保証、関係ないような気もするけど出てますね。まあ、なんか、ちょっとその辺の話はよくわかんないけど。そうですね。ノーヒット平子。読んだ。読んだ誰や誰、あ、ボス、はい、何の資格かによるけど、普通は自分のものだから会社辞めても問題ないんちゃうって言われてますね。平子一時ちょうどに当たるんかな。来るじゃないよ。あ、これ、森さん今日、ゴリさんおるんじゃないですか。ゴリさん、はい。伊丹の動物園の人。伊丹の動物園。はい、いやー、本当にもう僕は正直そんなダーツバーでキコちゃんをやろうとしてるやつはゴリとは認めませんよ。どういうこと。二級建築士すごってやってるんで、資格って更新必要なやつは取りたくないよねって言ってますね。まあ学校の先生とかも今更新必要ですからね。一級建築士って今卒業したからって取れないらしいねって言ってますね。そうですね、二級取ってから実務経験多分7年ぐらいだったと思うんです。7年すごっ。どうした、刺激うるせえって、しげる元気だったよってね。あ、おたんやね。5年に1回ってね、設定大体分かったって言ってますけど、森さんどうですか今んとこね。え、お稲荷さんとひらぽんが全然動きがない。そうですね。ひらぽんが怖い。どっちなんでしょうね、設定が悪いのか人間設定が悪いのか。人間設定の方ですかね。もしこれで高設定やったらもう完全にヒラポンが人間設定悪いってことやね、はい、そうですね。はい、まあ、リスナーさんは多分お稲荷さんの台はもうめちゃめちゃ多分いい設定ちゃうのってコメントは多かったね。ます、フィーフラの音ちょっと聞いときゃよかったね。そうですね、はい、ま、フェブラリーステークスは奈々子ちゃん応援しますかということで、あれから藤田騎手乗る、騎乗するみたいですね。頑張ってもらいたいですけどね。そうやな、いい馬乗ってんのかな。ちょっと私まだ何も見てないんだけど、でも応援したいですね。なんかこう今すごい実力もねだんだんついてきてるんで。森さん割っとる。森さん割っとるやん。うっそー、まだ出陣2回や。弱いな。1級はめちゃめちゃ難しい。2級取ってから実務経験と試験で取るからほんまに大変なんですよってね。刺激チェックしてんな。人気設定、あ、人気設定ね、人間設定じゃなくて。ヒラポンは設定より根性悪いんかな。森さんどうなん、根性悪いのヒラポン。ヒラポンですか、はい、何なんでしょうね、何とも言えないですけどね。何とも言えん、はい、ちょっとあれですね、今時のヤングマンですね。ヤングマン、今時のヤングマンですね。なんかヒラポンとね、はい、おなりさんはすごいもう若い、もう少しちょっとあれですね、胸に咲いてる情熱の赤いバラをもっと見せてほしいですよね。なんでなんで、はい、読んだでわかるバイバイする、家に冷凍うどんあったから食べた、刺激、ね、うどん食べたね。ヒラポンはきっとミラクル起こしてくれるはず。コブタン、コブタン、うどんに具は入れたのかい。かす、あ、酢うどんってこと。おネギは入れたのかい。そこどうでもよくないですか。どうでもよくない。どうでもいい。いやいやいや、丸亀で天かすとネギを大量に入れる僕としては気になるところですよ。ネギ臭くならないですか、ネギ入れすぎたら。いやー、臭いっすね。臭いね。ちゃんとでかいミンキは食べますんで、頭ネギ臭するよね。2級持てれば4年の実務経験年数で受けれる1級建築士。ああ、そうなんや。この人はあれなんかな、そういう系のお仕事されてるのかな。
とりあえず矢吹さんのサムネは今日はない、鼻がかゆいわけではないのに、ちなみに他の方は何か資格持ってますかということで、ヒラポンは持ってる、なんか、あ、一応そんな大したやつじゃない、いやでもなんか持ってるんでしょ、何でしたっけ、ちょっと何でしたっけプログラミングのやつ、おうおうおうは持ってる、そうプログラミング難しいよね私もあの高校の時に取らされたけど、もう何のこっちゃ分からへんかったけどなあ、じゃあちょっと機械系強いんですか、ヒラポンも。そうですね、一応ここを就職する前、はい、あ、そうなんや、森さんあんまりそういう機械得意じゃないもんね。得意じゃないっすね。ねえ、アナログやから、ね、いいね、やっぱね、そういうのを使える人。アナログ太郎っすね太郎ってなんだ、はい、まあ、未だにワープロ使ってますからね、ワープロ主張やね、そこで地域の胸にある情熱のバラはドライフラワー、ドライフラワー、ブリザードフラワーだようまい、入れないよ、一級建築士じゃないと、ワイネギ嫌いやね、丸亀で量はとっても理解できる、あ、私鉄骨屋ですって言ってますね、あ、そうなんや、いろんな人もね、すごいね、すごいっすね、あ、車とバイクの免許は除くって、ね、あ、簿記持ってます、ね、取扱主任者持ってますそれ僕も持ってます持ってるよね、同じホールの人ね、はい、法人のっていうか、あのパチンコ業界の方とか、ね、持ってるよね、ただ今年更新なんで落ちたらすいません落ちたらどうなんのそれ、いやなんかね、更新難しいらしいんですよ、聞いたら、あ、そうなんや、あの某有名な大成産業の柳生さん、更新もう言うてる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 、これでも何年か前取ったんちゃうかった、取扱主任者って3年で更新なんですよ、大変やね、じゃあまだ勉強せんとダメですね、そうっすね、地域は NSC 卒業資格ありはい、あれ全く資格もクソもないですお金さえちゃんとね、あの、そうですね、入れとけば大丈夫ですね、はいはい、え、お二人は知ってるんですか、お稲荷さんと平子は、森店長が元あの NSC 行ってたっていうのは、いや知りません、知らない、いや知らんあのこの人芸人目指してはったんですよ、あ、知りませんね、森さん。でも聞いたことがある。聞いたことある。森さん、何やったっけ、ソロで、あ、じゃあコンビ組んでたよね。コンビ組んでました。何やったっけ。言わねえよ。なんでよ。言わねえよ。言えよ。言わねえよ。ネタとは作ってる方やったんやったっけ。ダウンタウンだぜ、コンビ。そつけ。はい、主任者講習、あ、講師難しくなったらしいけど、ね。俺も資格持ってる。損害保険の基礎、障害失病。生命保険一般専門 FP3 級、あ、これファイナンシャルプランナーか、え、証券外務員1級、なんかもう全然分からへんけど、そういう保険系の仕事してたら強いってことかな、ですね、天井クレーン資格持ってます、すごっそういえばウェスカー最近加工が来てますか、週1ぐらいでは来るんちゃいます、今どうなのね、加古川と駅前となんか網干とかをぐるぐる回ってそうな、私の LINE もできたんで、ぜひとも、あ、そうそうそう、登録していただいたら、トミー LINE ね、はい、あのぜひ、はい、まあ、あの加古川とかあのトミーエリアのお店にはあの、はい、なんか QR コード載ってたんで、まあ、あと私のロードファラオの動画に一件だけコメントが入ってましたけど、はい、あれすごいすごかったよ、はい、カンペめっちゃ読まされてたから、ね、本人全然ちょっとゲーム性を分かってるようで分かってへんかったから、ね、この前海打ってるおばちゃんが時短で通常6回連続引いて確変入らんわって文句言ってたけど、実質確変やんって突っ込んだった時短で引き戻してるから地域は電書バトの時代ですよ ね、アナログやから、ね、いや糸電話ですね、いや糸電話切った終わりやね、はい、薬剤師持ってる、すごい、システムエンジニア持ってますとかね、すごいな、柳生さんって代行ってくださいよの人、柳生さん代行ってくださいよの人、そうそう、取扱主任者って資格難しいんですか、取ったらどんな仕事に役立つの、森さん、それはあのあれです、遊戯機の点検ができるだけです、あ、まああれは今あれよね、店長は一応持っといた方がいいということで、何年か前に一斉に取ってたよね、そうなんですよね、あのメーカーさんに確認してもらうとお金がいるやつがあるんで、なるほど、まあとはちょっとメーカーさんもそのね案件いっぱい抱えちゃうと来れないもんね、そうですね、だったら自分らでやる方が早いよね、はい、あ、介護福祉士持ってます、はい、まあ、ちなみに新規で受けに行ったときに新大阪店の黒岩さんは落ちましたけど、ね、ほらほらほら暴露やめよう、はい、主任者講師難しくなった、 M1 出ようよ森さん、 M1 もう今出れないんちゃうんすか、出れるんか M1 は15年でしょ、アマチュア、うん、あ、出れる、アマチュア出れないやつあるでしょ、 R1 が出るかな、 R1 かな、
M1 はだってろくでなしブルースとか書いてる森田先生も出てますからね。森田先生超有名人じゃないですか。コンビ組んで出てるもんね、はい、3回戦ぐらいまで行ったんやったっけ。じゃあヒラポンと稲葉不死人に出てもらいますんで。森さん出れや。森さんがネタ書いてくれんの。じゃあネタ書きましょうか。脇見運転やめてね。絶対1回戦で落としちゃうぜ。過去側の設定付き番長2に大変お世話になりました。あ、これパチンコかな。あ、ヤギさん懐かしい。刺激の会心のギャグの脇見運転見しちゃってよ。はい、刺激めでたいことあってからモチベーション変わりましたか。めでたいことあったんですか、誰か。あ、私は多分言っちゃったかもしれない。なんで、はい、タコさんとのタイミングで言ってしまった。言うなよ。ええやん、別にみんな気にしてはるから。そうそう、みんな知ってるから、うん、言わないで。バイバイ。あ、疾病ね、ごめんなさい、ごめんなさい。ありがとう。いらん。刺激と中条さんでダイエット企画を始めよう。まあ僕の方が有望ちゃいます、やっぱり。だって森さん一回神戸中央でダイエット企画やったけど、もう頓挫したやん。確かに。地域新作モノマネ早う。新作モノマネ。シティハンターが楽しみ。あ、そうですね。シティハンターの映画昨日から公開ですかね。一昨日かからですよね。地域検定やったら1級取るまで頑張るのにな。確かに。白石さん落ちたんで、バラしていくスタイル。はい、白石さん落ちて。はい。なんか落ちたことがあまりにも納得いかんから、うん、その組合みたいなのに電話して、それでもう落ちたって言われて、うん、もうまだ納得いかんわってずっと言ってました。どこにそれぶつけるんやろね。その全日幽霊に電話して。え、ほんまに、はい、すごいね。でも自己採点ではいけてたってことなのかな。ほんまに落ちてるんですかって電話しました。ほんま人のことばっかりバラしていくスタイルやな。地域はエリア長を目指さないんですか。慣れたらなってるわ。まあまあまあ慣れたらなってる。まあまあな、今ちょっと狭きもんやから。地域 YouTuber になろうぜ。 YouTuber ね。そうっすね、僕もなんですかね、ゲーム配信から初めて東京に出ていこうかと思います。東京出んの。はい。そもそもの知名度作っとかんとちょっとゲーム配信難しいと思う。そうっすね、はい、でもヒカルもゲーム配信から始まりましたからね。じゃあね、田舎の毎日ね、毎日配信するんやったら多分ええと思うんですけどね、はいはい、月1とかね、週1やったら全然知名度上がんないですよ、ね、まあでも、もっとね、もっと我々の業界でも YouTuber が辞めてからいてますんで、応援はしてますけどね。そうなん、辞、はい、めてからおんの。辞、はい、めて YouTuber になった人はいますけど、応援はしてますよ、僕は。あ、そうだ、それ、はい、ゲーム配信やってた子。そうです。あ、なんとなくわかるかも、はい。R1 が素人禁止。この前1件だけゲーム配信ばっかりやってると思いきや、はあ、500円の肉を美味しく焼いてみたっていう動画上げてますよ。おおおおおってなりますよ。はい、あ、ゼブラから来ました。お、ゼブラ来た、ほんまや。ヒラポン、これは当たるんちゃう。ほんまや、ゼブラや。ゼブラ。森さんだけゼブラ出てないね、今日。いやいやいや、当ててますから、こっち。え、こっち当ててますから。やっぱりあれじゃないですか、京楽さんのこう見どころやっぱゼブラがあるじゃん。3回当ててますか、単発込みで、エアマックス95も出してんのに。あらあらあら、ハンドルから今年インフルになったからもう R1 のものはやめました。で、刺激おめでとう、ゲス映らないように気をつけてるんでね。映画7つの会議面白かったってね。なんか面白いらしいですね。はい、後ろ常務がえらいおすすめしましたけどね。あ、そうですか。7つの、はい、はい、矢吹とタコさんのダイエット企画となると村井監督も参加。師匠はペヤング。いやいや、監督ね。今だいぶやばいでしょ。また戻ってきましたね。はい、あかんね、やっぱ近くに王将あったらあかんね。顔つきがちょっとなんか変わってきました。また丸くなってきたね。地域パッパ、今の M はレベル低いからな。白石さん面白い。幼女戦記の映画は見に行くって言ってますね。はい、言われてますね。明日は加古川行くから聞きながら寝落ちするって言ってます。ありがとうございます。はい、刺激はゆるキャラだよ。チータン消えそうやからって言ってます、ね。チータン確かにね。はい、まあ、僕はどちらかというと新庄君派なんで。あ、そうなん。はい。そっち派な。そっち派ですよ。まあでもチータンがあんだけこうバーンと来たから、その新庄君も名前がちょっと覚えてもらった感じはあるんじゃないですかね。か残念君もやめたら YouTuber になりですよ。一応かの残念君ね。はい。あ、これは金のあれやね、熱いやつ。おー、当たったぞ、ついに。やったっす。ドヤ顔、ドヤ顔してますよ、顔見せないけど。後ろ、ね、ドヤ顔してますよ、ドヤ顔。トミー演者デビューしたから刺激の死だ。サムネはヒラポン。まあでもこれで5やから、一応各編は濃厚ですけどね。ここで小当たりラッシュに入るかどうかかな。いやもう、ここから
くれてね。はい、でも矢吹さんサムネにできるような当たりじゃないよね。広い戻ってきたの監督。そうですね、もう監督でも戻ってきてどれぐらい、半年ぐらいかな。半年以上経つんちゃいます。豊中店におられますので、あの放送分は今月あります。お稲荷さんも鼻血出したんって言われてるけど、鼻血出した、鼻血出した。それ確実に身内ですね。身内誰やろ。過去側のあれかな、人かな。お稲荷さんすぐにあの女性のお客さんみたいな鼻血出すんで。あら、なんでウブなの。ウブなんです。あらまあ、そうでもない。でもナンパされた時は鼻血出なかったんでしょ。出なかったですね。なんなんやね。なんかおとっさんのなんかあれですよ。あ、保留してるね。保留なりましたよ。森さんなんか当て方が地味やね。誰が地味や。7つの会議みたいでね、スーツ姿の野村萬斎氏が見たい。野村萬斎さん人気あるね。すごいね。桜降ってたよ。三味線とお陸さんじゃないんだね。三味線お陸さんおるけどな。YouTuber もこの先10年持たんよねってことで、また10年後また違う職業になってると思いますね。おめでとう、ね、ヒラポンやっとや、おめでとう。これ5から6に降格っていう演出も面白いよねってことでね、あの図柄ね。おもろ、まあそれおもろいけど、みんなもう大盤する人めっちゃ多なるんちゃう。ヒラポンは笑顔が爽やか。ありがとうございます、はい、新庄君が先にゆるキャラのなんかで優勝してたっけってことで、あの何やったっけ、チータンとは同じキャラクターなんですね。うちのバトラー君も30ないんだったよ。まあ初登場やったからね。はい、3連休の中日は加工側やねとか。ありがとうございます。お稲荷さん DT 3連休最終日もお願いします。ちょっと森さん、おとっちゃんの保留なんもなかったやん。いや、あの普通に逃げられましたね。地味ですね、確信。ナンパって新たなキャッチセールスやね。おとっちゃんピンコ稲荷さん頑張れ。ピンコ稲荷さん、ピンコ稲荷さん、これ確実に身内ですね。身内なんこれも。身内ですね。ヒラポンかわいい。お稲荷さん、お稲荷さんって言ってる。お稲荷さんピンクの服ばっかり着てるんで、地域地味だった。ピンクの服は着てないです。ピンクの服は着てない。赤色です。森さん今日何時までするって言ってますけど、まあ、一応ヒラポンさん当たっちゃったからね。今1時過ぎぐらい、1時過ぎぐらい、1時半ぐらいまで引きましょう。じゃあしようか。チータンって何って言われた。チータンって言えば、多分あの Google とかで検索したらすぐ出てくると思いますけど、まあゆるキャラはゆるキャラっすね。コツメカワウソでいいんかな。チータンも、チータンはまた別なのかな。カワウソっぽい。中日が加古川、最終日は姫路2号店でお願いします。姫路2号店なんですね。しかも最終多分これグッサンのファンでしょうね。グッソグッサン。あ、2で当たってしまった。そこ落ち。いや、土曜の夜に刺激はありがたい。あ、土曜の夜に森店長はありがたい、ね。あ、まあギルガメッシュライトみたいなもんですからね、僕でしたら。土曜の夜地味やけどな。刺激、久しぶりに刺激の部屋お願いします。刺激の部屋、刺激の部屋。あ、チータンはカワウソ。あれ、どうなんやろ、コツメカワウソとカワウソって種類違うのかな。もうカワウソ言ったら僕あの映るんですしか思い浮かばないですけどね。古すぎてもうヒラポンも稲荷さんもついてこられへん。映るんです知らん。いや、わからない。カワウソくんハワイへ行くっていうファミコンゲームあったの知らん。知らんよね。わからない。2、30年前の話されても分からへん。吉田戦車先生。おいでさん、顔が悪くなってる。チータン、盛岡ジャージャー麺の後の締めのこと。何それ。しげ子の部屋、懐かしいってことね。そうそう、ちょうどね、今月はあのゲスと呼ばれてるね、ニコ生の中ではゲスって呼ばれてる方たちの放送がかなり多くてですね。いや、一番爽やか。いや、一番ゲス、一番ゲスいから。まあ今日はね、過去で次25日が半島よかな、阪急豊中で、この間がちょうどあの先週の日曜日かなんか切れ売り割りやったんで、ちょっとゲス3人集まったってことでね。これで奈良も集まってたらもうゲス四天王が完全に同じ月に放送っていうことでね、面白かったんですけど。遠征の前の日に必ず現れる刺激。あー、そのうちに行く遠征の前の日が過去が放送が多いってことなんかな。今日もゲスな人おるけどね。ね、森さん。今日もゲスな人がいてる。はい。ヒラポンですか。で、ファミコンならタキシの挑戦状で、ね。四天王わらわら。やつは四天王の中でも最弱って。誰森さんちゃうの。僕ですか。分からんけど。僕バルログポジションちゃうの。そんなええポジションだ。村井さんがあるでしょ。バイソン。バイソン。で、サガットが中条さん。ああで、井上さんがベガ。ベガだ。チリパさんのウミガメはさすがでした。刺激もやってね。無理。ウミガメの産卵ね。昔やらなかったっけ。
森さんもありましたね、生田があたりで、うん、刺激は縁起もんやから遠征の前に刺激を拝めるなんて素敵そんななんかビリケンさんみたいな感じな刺激さん、やめてください。今日のメンバーで一番ゲストに乗って誰ですか。まあ稲葉さんちゃいますかね。おやりさん、まさかの僕ですか。おやりさん、ね、爽やか系ゲストでいいのかな刺激お化けの九太郎ワンワンパニックって難しかったよね。難しかったっすね、あれ。僕 5面ぐらいまでしかいけないんですよね。どうなんですかこれと、あと何やったっけ、トランスフォーマーやったっけ。トランスフォーマーコンボイの謎に関してはもう2面ぐらいまでしか無理っすね。あれもうなんか初っ端が難しいって聞くよね。初っ端飛ぶんにまず失敗しますから、ね。刺激はスラムダンクならメガネ先輩のポジションかな。いや僕は僕は海南大のゴーグルつけてるやつですこれどうなん、お稲荷さんとヒラポはスラムダンクネタわかんのかな。スラムダンクはギリギリですね。ギリギリなんや。はい、ギリギリ。多分ゴーグルだって分からへんやろな、きっと。分からないですね。もっとメインキャラ言ってくれない。まあ、てか、ヒラポンもう終わってるし。まあ、僕ら黒子のバスケ世代なんで。ああ、そうですね。はい、あ、そうやわな。そうです。あと、何やったっけ、はい、アヒルの空、あの辺とかな、ね。朝だけ爽やかなふりする刺激、そして矢吹で現れました。年末ね。刺激の足の裏は触れませんね、ビリケンさん。足の裏触れないですね。大和くんの足の裏とどっちが臭いか勝負しますね。おいにおいに対決。今度ちょっとツイッターで上げてよ、それ。いや、無理っすね。今日は朝まで配信。安西先生でしょうと、ね。森さんはちょっと2代目の安西先生になりそうやね。誰がホワイトヘアぶったやん。そんなん言うたらね、ちゃんと名称言えんのがすごい、ね。刺激がパチ打っててももう新鮮じゃないね、ちょっと。いや、今日もスロット打ちたい言ってるのに、ボー君 MC 大谷さんがいつもあのなんかもうあかんあかん言うて、一回持ち帰ったやん、あの森さん神戸中央時代思い出してねって、一回ね、はい、うん、森さんだってまあまあ視聴数とか気にしはるからいや、そんなことないですよ、僕は結果は求めないですよ。よう言うわ、よう言うわ、プロセスを求める派なんで。よう言うわ、スロット配信伸びひんでずっと言うてたやんか。そうか、言うてたやん、神戸中央の時。マジか。地域はボールボールでも間違ってはないと思う。お稲荷さんのお稲荷さんが臭そうって言ってるけど、お稲荷さん臭そうって普通に単なる悪口やん。悪口ですね、単なる悪口やん。これ訴えれんで、ね、公開生放送で、うん、傷つけられました。俺は進撃の巨人世代、若いな。ね、若いよ。個人的にはソロの方が見てるのは好きやけどね。いやー、これがね、ちょうどその生放送と YouTube の兼ね合いって難しくてですね、もうスロットはね、やっぱりそういう演者さんが撮ってる動画がめちゃめちゃ多いからね、みんなそっちをやっぱね参考にはしはるからね。神戸中央時代懐かしい。打つのはお金飲まれるから打たないけどスロットな、見るだけってことね。刺激、今年はチョコレートもらえそうですか。チョコレートですか。まあいつも軽トラぐらいなんですけど、今回はどうでしょうね。一応ワンボックスカーぐらい用意しましょうか。まあまあ皆さんチョコレートはねもう欲しいんかな。じゃあ森さんはそれを言うってこと。いやーそんなにっすね。お稲荷さん言うほどチョコレート好きじゃないんですよあ、そうか、そうでもない。ポテトチップス派なんで。ああ、まあまあ塩分高い派ね。塩分の方。お稲荷さんなんてあだ名つけたの刺激のせいやからな。いやお稲荷さんはね、もういちご系のチョコレートを欲しますからね。かわいいかわいいね、なんかその雰囲気になってるよね、はい。あ、刺激はトーク配信が一番視聴取れるよ。コメントは多分一番取れるやろうな。テレビとか動画はスロー番組めっちゃあるけど、配信系ではあまり伸びない不思議ということで。そうなんですよね。なんでか言ったら当たるまでとかがやっぱ長いんで、生放送はね。そのパチンコもそうやけど、動画って当たるとこをこうやっぱり編集してあげてるんでね、きついよ正直ね。ちゃんとこう参考にするんやったら。だからキコちゃんはまあ当たりも参考にしてもらいたいけど、それよりもやっぱりトークメインになってくるんでね、そっちを楽しんでもらいたいかなと思いますね。刺激、軽トラにぶつかればいい。お、フラッシュ来た。しかも小判が、音がおっとっと、お稲荷さん当たったんじゃん、これ。当たりましたね。なんか、どっちもなんかえらい騒がしいよね、急に、なんか、あ、しかも鉄やし。塩気にリーチですね。ね、塩気に鉄かっこいいよね。かっこいいですね。私も仕事人の中で鉄が一番いい。鉄の鉄ちゃん。なんで急に歌うの楽しそう。刺激、ライズアップ行こう。お稲荷さんとヒラポンにはチョコレートあげたい。あ、そうなんや。ちょっと若い子だけやで、森さん。
あれ森さん来れへん、ね、一時期あの圧倒的な人気を誇っていた森茂樹どこ行ったん、そんなありましたっけ過去の過去の遺産か、まあ、一応過去があのあれですかね、テンポテーマ圧倒的存在ですから、はい、バレンタインのチョコ欲しいですかって言われたけどね、どうなの、でも最近なんか職場チョコとかももう控えてる企業さん多いらしいけどね、そっちの方がいいと思いますけど ねお返しとかでも大変やもん、前、ね、からチョコレートあげたいね、私はもういつも罰ゲームあげますけどね、キラコンも熱い、ゴリみたいにあのチロルチョコ作ったらええんちゃいます、ね、そうだから私あの高橋親分にチロルチョコ作ってあげたんですけどね、そう、喜んでなかった、金持ち金持ちではない、しかもそんなに高くないよ言うて、はい、あれですか、15個1600円とかちゃう、で45個で3000円、普通のチロルチョコの5倍ぐらいする、いやそれはだって写真写ってんもん、確かにキラポン熱かったけど置いた外れた、お稲荷さんだけ当たってるし親便元気でやんす、そういうところで親便はね、あのツイッターで私も見たけどね、もうあの関東引っ越しされたみたいで、親便がね、はい、あのうちのトミーエリア長の画像を載せるから業者の人がみんな富田さん関東行ったんですかっていう、そうここに聞いてくるんですよあの誤解してね、はい、まあ、視聴者は分かってるけどね、あの業者の人分からへんからね、刺激はポテトチップスとコーラがめっちゃ多いでね、トークが取れると言っても細バーとは混ぜるな危険ってことでね、いやほんまに水と油やろな、刺激パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい踊ってん、誰やろ誰ね、刺激ライザップおはよう言われてるけどね、刺激もキコちゃんのレジェンドと呼ばれるようになるのだろうか、いや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 僕なんかまだまだペーペーですよ、最近ちょっと露出しない、ちょっと少ないからね、はい、むしろレジェンドって誰スキージぐらいでやってくれたらいいなと思うけどね、はい、圧倒的刺激、マイマイは鉄派なんだね、そうですね、必殺やったらやっぱ鉄がかっこいいかなと思いますね、過去側だけに過去やねん親父ギャグ炸裂しますよ、受け取れないやねん、チョコレート欲しいと言ってますね、ヒラポンは外してしまった刺激こそ圧倒的存在、あ今仕事人のあれやね、なんか背景チェンジ来てたけど、あガムにしよう、ガムね、ガムいいかも、さっきの熱いの外すのはヒロポン持ってないね今日出しちゃったんで、あ昨日は何プライベートで、プライベートでちょっと、あ、いい感じだったんですね、いいです、あら今日はダメです、今日はダメですうちのパチンカス3名でディスクアップ打ちに行ってるんですよ、あそうなんやディスクアップ、あここもディスクアッパーやったんや、いややっぱり楽しいですからね、楽しいや、じゃあ目押しとかちゃんとできるんかな、そうです、へえー、すごいな、あ今ちなみにね、時短終了後の仮面が、あれはまさか、じゃあ、あの、ユーじゃ全然関係ないね。竜とかやったらいいみたいですけど。今日は1時半まで一応やるみたいです。はい、親便関東におるのということで、そうそう、高橋親分は関東にいたので。うん、まあね、ね。そっちちゃうで。うん、違う親分だよ。そっちちゃうで。はい、うん、親分。食べログしか見てないよ。親分に会いに行かなきゃ使命感、そうそう高橋親分関東行ったんやね、そうそう関東行っちゃいました、ガムとチョコレート一緒に食べたらガム消えるの知ってる、お稲荷さん、知ってますよね食べたことある、あの食べたことガムとチョコ油分でね、チョコレートの油分で消えちゃうんですよね、デルデル詐欺のトミーはもうニコ生やらないの、出ないんちゃいます出へんと思っといて、誰が引き強いですか、あーそのあれプライベートで家に行ったらってことかな、どうなんやろう、昨日はお稲荷さんは行ってないの、いや僕は行ってないです、ね、行ってないやん、ヒラポンだけ行ったの、はい、おヒラポン熱そうやね、そうなんか右の方になんか主人ゾーンくれないって書いてる、くれないって書いてる、かっこいいね演出ヒラポンはマニアックなのじゃないと引けたの、まあこれで当たったヒラポンがあの X ジャパンのくれない歌いますんであの高畑充希さん並みにね、はい、あー小判ですね、親分来たら雪降った、ヒロポンちょいやつ、いやヒラポンの設定分からへんわって言われてるね難しいね、確かに関西放送で親分見れなくなるのはつらいなってことで、そうですね、こちらとしてもすごく痛手ですけどもね、そんなに活躍してたんですね、親分、いや親分めっちゃ人気ありましたよ、外した外したの、ね、森さんボタン押さないでくださいよ、バレちゃった、バレちゃった、はい、外れた確かにヒラポンの台分からへんね、いい演出何回か来てるけど全部スカってんもんな、
いやーヒラポン中間かなって言われてるけど、やば地域ひどすぎるって言われた。まあ実は荒れちゃいます、はい、稲葉さんが一番低いとかちゃうんすか。あ、お稲荷さん、あ、森さんタイマー来たやん。しかも赤、赤なんかしてチェン。83秒。あ、嘘、これはええんちゃう。これあれじゃないの、あのモンドリーチの下とかじゃなくてちゃうかな。押すのが押す押すな押すな押すな。あ、リスナーさんはヒラポンが1、刺激4、お稲荷くん6と予想してお休みと言われてる。お休みしかも、あの大きい大きいリンゴさん行くから、大きいリンゴさん行くから、人間設定かな。親分弁蔵チリパさん、ほんまに寂しくなるってことでね。そうだね、ちょっとチリチリになりましたね今回はね。その元締めタイムないよって言ってますね。なんかあのミドルの仕事人の時はね、結構ロングタイマーある時はボンドリーチなんかしたとかありましたけどね。親分の代わりにムックちゃんがエリア長になって関西戻ってくると思ったまあその前にちょっと転勤しちゃいましたもんね。もう眠いっていうことで、ね、まあ、あのムックさん残ったかな、ねえたけな、お大船ちゃうね、だけな、あの多分ニコ生放送してない店舗やったと思いますわ。でもそうっすね、確かに親便家族ごと引っ越したのということで、先にご家族はもうあの関東戻られてて、で親便身軽にね、あの一人で最後帰るって言ってたんで、もともとだから一緒にはこっち来てたみたいです。ゼロ秒になったら裏から電源落としてやってやってX切り出ました。あ、やっぱりモンドのあれかな、リーチしたやったんかなただこのスタンバイどこのスタンバイなんやろうね。まことまこと、あーまた X 切り、あーっと、あ、ゼブラの下ってこれなんやね、赤のなんか閃光みたいな。これはもうだやろ、これはもらいましたね。刺激さんゲス会に混ぜてくださいゲス会、ゲス会、あの中条村井チリパー刺激のゲス。いやいや、僕そんなゲスな会には入ってませんよ。余裕は。あ、これ熱いやつだよね、金のやつ。熱っ。わあ、すごいこの震え方。おお。森のバイブが。これ絶対あれですよ、あのどっかのちょっと土地狂った方が、はい、ようなようなお尻に当てたりしてます。あんたやあんた。でも単発でしょ。でも単発でしょ。刺激ゲス会の会長じゃん。本当よう言うわ外れろって言って保留くらいのとこに出るのはモンド、あ、モンドタイマー、元締めタイマー基本疑似連鎖だからそこまで熱くない。まあ80秒は長かったからね、そこが良かったでしょうね。刺激が昇天しましたいや昇天しましたね、気持ちよかったですか。ただ単発やった騒いだもののね。まあでもね、お稲荷さんみたいに時短の20回転目で当たる可能性も全然ありますから。あ、まあレジですからね、うん、言うてまあね、でも99分の1ですしね、高設定だったらまあ75分の1ぐらいかな。運動割りの消化局もあります。うん、あったと思う。これ線が見たら分かんのかな、もうね、刺激こっからよ。赤フラ来ても単発なんですか。赤フラ、あれか、 T フラじゃなくて背景のあれか。まあちょっと昇格はなかったですけどね、森さん。まあ、一応4ラウンド各辺と4ラウンド通常かな、 30% ぐらいはずつかな。なかなか森さんの台は連チャン厳しそうですね。厳しいですね、当たること当たるんですけど、通常が 42% ですね、で各辺が 38% プラス突角 20%。 まあでも仕事にエースやっぱ若干あれですかね、増えてるんですかね、あの緑に比べたら。あんまりミドルもそこまでは打ち込んでないけど、なんか神経質っぽいのがあったから。これ最初でも赤系のエース来てますね。そうですね、今お稲荷さんの声は素敵と、ね、出陣ゾーンチャージ中って横なってますけどね、森さんの台。これでもなんかいつも何もならない時ありますね。あ、本当、はい、ちょっと忍びはノーマルですけどね。お、あ、はい、いいですね、連続予告。お、一応継続、ヒラボも継続やね。お稲荷さんもあれやね、刀のとこ光ってるけど。そうですね。お、泥棒が赤になった。
あ、ヒラポンの台がこれあれか、一撃必殺のやつか。熱いっすか。これモンドやったらいいんちゃうかだっけ。ほら確かに今モンドやったよね、ヒラポン。多分モンド。藤田誠さんちゃうかった。確かに、あ、そうや、モンドや、やっぱ熱かった。そう、涙が垂れない垂れない涙が垂れない。お稲荷さん、まるで声優さんのような声そうなんですよ、お稲荷さん、いい声してるんですよ、ねね、声いいと喋ってあげて。そんなこと言われたら初めてですけどね。ヒラポン、いいやん。うっそ、ヒラロ、やっとくからいいね、キュンキュン言うたら。キュンキュンの音も、一応設定してあるみたいなので、皆さんもぜひコールでね、ちょっと売ってる方とかおられたら、4回やったら4、なんか5回やったら5とかいう設定してあるみたいなのでね、ちょっと参考にしてみてください。森さん、設定付きパチンコで今319の台ってないんですか。319ないですね。ないか。あ、そうやね、あの暴れん坊将軍もあれですもんね、設定付きやったらまた確率変わりますもんね。普通のやつやから319なんですよね。そうです、そうです。今そうっすね、出ててもライトミドルぐらいのスペックちゃいますかね。あの次出る先とかもそうでしょ、多分ミドルで設定付き合うと厳しいみたいですね。いや、しんどいでしょう。そんだけやっぱ幅がひ、うん、そうよね、でかすぎるんで、うん、ミドルだって一番下で319やったら一番上の設定とかどうなんの。200分の1とか 100何分の1とかすごいことになるもんね。だから作れないって言いますけどね。確かにね。あ、ヒラポン終わるまで、ヒラポン終わるまで、まあまあそうやね、あんまりその継続率も高くないんだよね、これ。もしかしたらまあ結構早めに終わっちゃうかもしれないけど。刺激、今ウエスト何センチ。ウエストですか、58ぐらいちゃいます。嘘つけお稲荷さんびっくりして横見てたやん今嘘つくなんて顔しとった。お稲荷さんがよく見てるホームページとかによくウエスト58って書いてあるかな、まあ、あれは女性のあれよね、はい、結構デフォよね、まあ、嘘ですけどね、うん、ほとんど58の人おらんと思うけど、はい、いないですけどね、はい、やはり罰ゲーム、まあ、80ぐらいの人でウエスト65ぐらいって書いてますからね。いやいや、まあまあほんまやと思うよ。あとはそのだからバストとだからヒップのそのバランスでね、こう細く見えたりもするんで。58ってほんまに化け物やで、ね、まあたまにいてはるけどね、そのあのグラビアの方とかでほんまもんの人は。ヒラポン罰ゲーム回避おめでとう罰ゲーム回避おめでとう。ウエスト絶対森さん100あるやろ。100あるかな、どうやろ。刺激ヒップ100は超えてるやろ。俺だって94あるぞ。ヒラポンは宅配女性チェンジするのどういうこと、宅配女性チェンジ、デリバリーヘルスってことそんな話全然してないけどどうなん。平野さん言われてますよなんでフリーザーやねどまあでもどうなんやろ、囲わとかってあんまそういうお店なさそうやけどね。おそらく姫路まで行かんじゃないんちゃいます。姫路かあっちでしょ、あの有名なのはあの福原の方やね、まあ、神戸の方まで行かんと。そうやね、その辺はもう元出身、まあまあ出身じゃ元経験者の森さんにね。いや僕はやっぱそういうのちょっとあんま詳しくないんですけど。嘘つけやろ、まあ、いつも稲葉副主任から勉強させてもらってますいやいやいや、稲葉副主任あれやろ、プロ行かんでもあの素人さんで困らん人ちゃうの。まあまあまあそういうタイプなんですよ、あの、うん、そういうタイプなんですね。ちょっと出会い系でちょっとあの何人釣れるかみたいなのがちょっと楽しいみたいな。ほらほらほらそんなことやったことない、はい、ペアーズ稲葉と呼ばれてるんでそれもう一発は大会されるやつや、まだ少年ですねって。刺激詳しいなね。森さんは三宮界隈詳しいですもんね。三宮界隈はまあちょこっつっすね、ちょこっつ、ね、神戸コレクションとか詳しいでしょ。神戸 OL コレクションは詳しくないですねどちらかというとあれですね、はい、社長秘書の方です ね、そういう嘘はイメージダウンだと思うんですよ。東が社長秘書好きなんで。あ、そうなん。東が何なん、その肩書きが好きなん。東が社長秘書何回言うねんまた配信だとき言われるやん、それみんなに、はい、そこはいじっていいとこなんですか。そこはいいですね。あ、いいんや、わかりました、はい、まあ、ゴリはもっとね、ゴリは結構幅広く好きなんで、ゴリは。あ、そう、森さんはね、ちょっとあのビジネス的にあの、ね、女優さんとか好き好き言うてんのか分からへんけどね。じゃあ、あれやね、ヒラポンが確変やから、時短落ちたらやめようか。やめましょうか。はい、はい。
お稲荷さんどうなんですか、設定カンバーどう、自分の台いいと思う？どうですかね、初当たりちょっと重かったんで中間ぐらいかなとか思いますけど、ね、お、待って待って今しかもなんかすごい長いピーフラやったね、長かった。あ、彼女いるんですかってやってますね、ピラポンとあれ、お稲荷さん。いや僕は言っちゃいなよピラポンはいない。お稲荷さんは？あ、僕も今おりません。今おりません、はい、え、そのナンパした人は別に付き合うとかそこまでは行ってないの？いや、正直連絡先もここがしたくなかったんですけど。あ、紹介したくなかったんや、はい、ちょっと悪い先輩がいまして。悪い先輩がいてもうしとけよみたいな、はい、そこから連絡取ってないの？いや、その日めちゃくちゃ来て、そこから何回かあったんですけど。あ、あったの？はい。もうそこからは何もない。そうですね、あの LINE が消えちゃって、そこからは大丈夫です。え、向こうが消えたの？いや、僕が消えました。僕が消えたこれ隠し犯じゃんすか、森さん。いや、わざとです。わざとやろ。はい、3ヶ月に1回ペースであの LINE 消えた言うてますんで。いや、そんなことない。もう一斉消去しとんだ。タコタコ、うちのこと同級生、インフルじゃないです。明日のダイエット配信、皆さんよろしく。およろしくお願いします。こういう時に限ってヒラポン絶対続くよね。まあ多分ピフラ出てたからね、今ね。いやー、いいですね。シエギさん、彼女はできましたか？いやー、欲しいっすね。欲しいの？欲しいな。レンタル彼女ぐらいでいいんじゃん。レンタル彼女は作りやすいね。いやはい、個人情報抜かれて激熱エロゴリコーラー。シーギの罰ゲーム何しようかな。いやいやいや、罰ゲームとかないでしょ。え、ありますよ。今週ちょっとホワイト、あ、バレンタインデーやからね。残念ながら用意はしてます。音がすごい先から。うまいね。あれ、ヒラポンはもう一回入ったんじゃない？小当たりラッシュやん。入っちゃったっす。すげえ。森さんだけ小当たりラッシュ入ってないで。罰ゲーム。罰ゲーム。森茂樹、罰ゲーム。罰ゲームはまたちょっと違う方法で来ましょう。森茂樹、罰ゲーム。まだ目隠しあったしね。7きたーって。すごいね。2人入れたわ、8パー。いやー、元締めタイマー来たけど、今回15秒。いやー、ちょっと期待薄かな。赤やけどね、また。ポッキーゲーム、イエーイってやると矢吹バスゲーム確定おめでとう。ちょっと森さんだけ今日あれやね、小当たりラッシュ入らんかった。森さん、それ当たりそうな追加。あ、追加も閉じめたい。あ、小判、あ、小判ちゃうね、あれ何やったっけ。保留一番弱いやつの部類じゃないのこれ。森さん、サソリ食べようぜ。お疲れ、当たりというものを教えてやる。仕事に行くから止まりませんね。おう、あ、これお稲荷さんの台はゾーン入ってますね、多分アジトゾーンが。アジトゾーンですか、はい、これ一応、ミドルとかやったらチャンスやったと思うけどね。どうですかね。全員集合ですね、はい、タイマー赤かったんでね、アジト来たーって。結構当たり絡みやすかったと思いますね。あー、でも弱いですね。弱いか。タコが半端ないって、こんなに 8% 引けるって、引けるんやったら言うといてや。いや、正直ちょっと今日入らんかなとは思ってたけど、2人入ったからね。あ、この辺はちょっと AKB のブースター高っぽいかな。あ、お稲荷さんいいじゃないですか、入れましたね、3連。あ、一応モンドの同行版。みんなガチャガチャしだした。みんないうか、森さん以外やけどな。チーン。おお、すごい。無敵ゾーンやばいな、壁やな。あ、森さんもでも赤出陣来たね。弾増えまくるやん。そうそう、コータリラッシュですからね、7引いたよ。あ、外れた。外れましたね。刺激ナム。お稲荷さんのお稲荷さん、いや別にいらないです私は。、はい、
あ、仕事人こうやって出すんだ、すごいね。8% 引けばね、あのこの仕事人かなり本当に出玉性能はいいらしいので、まあ、言うてね、言うパチですからね。あ、森さんは一応あれやね、小銭というかお金が、ちょっと弱いかな。あ、待って、小当たりは強いよね。そうですね、普通に先発とかよりはもう全然小当たりで増やしていくタイプの方が言うパチはもしかしたらいいかもしれへんな。私もちょっと、信頼を打とうと思ってね、必殺を打ちたかったんですけど、ちょっともう一日やっぱ座られてらっしゃったんで、座れなかったんですね。すごい、エクストラ無敵ゾーンやばいな。あ、までこれやったらええかもしれない。まああと設定考えるのも結構多いみたいなんでね、設定付きはちょっと参考にしてもらってね、打ってもらってもいいかなと思いますね。あれ、お森さん、小判はでも変わってるよね。ただ、有事これ。赤だぜ。おお。やろうけどな。あ、冬ソナでこの小当たりラッシュがいいという人もいますね。ちょっと世界観変わるけどな。これはやばい。入ったら病みつきになるんですよ。エクストラすごいね。森さん外れたね。これ出玉的にはもしかしたらヒラポンが一番出たことになるんじゃない？そう。おい、めっちゃ続いてんもん、小当たりラッシュ。もう猪狩さんの王道チームの方が出てるんだよ。ほらほらほら。王道チームやった。いや、刺激のは設定ゼロ取れた。あ、エクストラまた増えた。エクストラってこれ言うとあれでしょ、小当たりラッシュ中に当たり引いたってでしょうね。だから次も小当たりラッシュ継続ってことでしょ。一応セグ見たら10ラウンド。あー、すごいね。早いな、やっぱ小当たりラッシュ入ったら。あ、冬ソナのユーパチでキスで小当たりしていく。どうやろうね、ちょっと世界観マジで変わりそうだけど、ね、あのヨン様のキス顔でね。刺激のお稲荷さん刺激しないと当たらん。あ、終わっちゃったかな。ダンスと同じ感じか。やばり、ね、仕事人増大しようと。まあ、一応でもここは4台ありますもんね、仕事人。4台ありますんでね、はい、4台多い方やと思いますけどね。2760玉ゲットしますからね。あ、すごいね。だってまだもうヒラポン当たってほんま20分ぐらいしか経ってないけど、面白いですね、仕事に。ねえ、小当たりラッシュ入ったらやっぱ大きいわ。やっぱいかにね、あの 8% 入れれるかがやっぱポイントですね、これは。じゃあ、まあ今日は我がエンデック軍の勝利。もうエンデックちゃうから。何回言うねん。十分やんかってね。いや、一撃でこれやったらね。いや、裏切りの森来た、久しぶりに。まあ、一応今日設定当てゲームやからね。まあ、まあ、森さんのその活躍はちょっともう地味すぎるっていうのがすごい批判コメント多かったですけど。活躍。ねえ、ちょっと地味みたいな当たり方がね。おひねさん、あれやな、保留変化そんな。あ、ヒラポンはこれやばいな、終わりそうやな。じゃあこれ終わったらね、ちょっと変えて。じゃあ皆さんには罰ゲームね、ちょっとどんな感じでやるか考えてもらおうかな、視聴者の人に。あ、ヒラポンこれ通常当たりっぽいな。当たりました。うん、では終わりましょうか。森店長、また営業中のお昼放送お願いします。あ、ライムさん久しぶりやね、ありがとうございます。コメントちょっと来てくれたもんね。刺激のお稲荷さんのハリセンをやろう。ハリセンは嫌です。刺激もお面芸しないんですか。お面芸ね、作ってる暇がないんですよね。そうやね、仕事着の良さが見れたからメーカーさん喜ぶじゃない。わからん。まあ、まあこれは生放送なんで、あのリアルです、はい。
あ、そのカットインですかよか今日めっちゃ顔でかいな森さん筐体と変わらんぐらいの顔になってるやん遠近感遠近感ロングフリーズすごいね。矢吹さんまた突然してもいいですか。いやです。何やその顔って言われて森さん顔でかいって言われたね。いやいや遠近法でしょ。地域のバスゲーム M1 への挑戦。トミーとコンビ組めますか。いや、やめていきましょうどっちも突っ込めないみたいな。ほんまやね、どっちもボケやもんね。当たらないカットイン。森さんの顔が可愛すぎる。ありがとうございます。みんなそんな甘やかしたらあかんねほんまこの人。はい、ということでお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、ということで本日はね、最仕事に喪失陣やったかな、はい、設定付きパチンコを出していただきまして、はい、今一応ね今日設定バラバラには入れていただいてるんですけども、まあリスナーさんの意見を聞くと、まあお稲荷さんの出会えば一番いいんじゃないかなみたいなね予想がかなり良かったですね。まあ、最初の出だしが良かったからね。ただちょっと平坊も最後結構良かったからまだ、まあしかもちょっとね時短中やけどもまだ続いてるということで、森さんの台がちょっと一番分からへん。ね、低設定で出なかった、ほんまに出えへんかったんか、高設定やったけど、森さんの人間設定がダメやったんかで、はい、森さん、罰ゲームおめでとう。いやいや、やってますので、はい、じゃあちょっとじゃあ先にお知らせ、あれやね、してもらってから、じゃあ罰ゲームに移りましょうかね。はい、じゃこれまたあれですか、若手2人にお願いしていいんですか、若手2人お願いします。何やそれ、芸人やな。じゃあ、お願いします。いや、初めてなんで何したらいいかわからないんですけどお願いします。そうやね、一応入れ替えの話とね、ちょっと新方言の話を聞きたいんですが、はい、じゃあ、ひらぽんお願いしていい。はい、そうですね、はい、入れ替えで次第いろいろ入ってまして、はい、僕たちも多分明日も出勤なんで、はい、はい、ね、会いに来ていただけたらな。はい、新方言も14台で結構僕たちの過去の中では結構多いと思うんで。多いね。はい、ぜひぜひ。まああとは P ワールドでね、ちょっと機種確認していただいてね、遊びに来てもらえたらいいかなと。なんかテレレーン言うてんて森さん、ちょっと実況してきて、実況してきて実況、マフルプレイなんかテレレーン言うてんで。当たっちゃうんすかね、これ、モンド当たりそうじゃない森さん、どう、ね、ブルブルしてない、ブルブルしてるやんね。当たっちゃうんすか、激アツ言うてんで。やっぱほんま、まだ発展前です、ね、あ、ほんまびっくりした、あの最後のもう演出いってんかと思った。でも刀ブルブルしてるけど。おっと、何、実況、実況して、実況まあ、はい、ユージが出てきましたね、ユージが。シェイキどうなった、シェイキどうなった、シェイキこうなってますあの、離れたとこでボタン押すの面白いな。赤カットインやん。あ、まあ、ユージやね。はい、終了。はい、終了。ヒラポンの台、そうそう、時短中やったけど、ちょっと演出いっちゃったから、当たると思っちゃった。ということで、森さんね、はい、加古川店、今何台でしたっけ、総台数。総台数ですか、1283台です。めっちゃ多いですね。ヒコナグループ最大。ね、はい、ぜひ、もう、期間店になってますんでね、トミーエリアの。ね、はい、ぜひ皆さん、あの、まだちょっと加古川行ったことないわっていう方おられたらね、うん、ちょっと、連休とかで来ていただけたら嬉しいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。これから、今日見てる皆さんにだけお伝えしますけど。ほう、2月後半、はい、4円パチンコに何か起きる何か起きるざわざわって感じで、あの機種をまだ増やすみたいな。あ、本当、あの機種がまだ増える。なるほどね、ぜひ。じゃあまだ増えるかぐらいのまあまあ言うなその辺どうですか。まああのツイッターだったりトミーの LINE ちょっと。そうですね、はい私の方からお伝えできることは、まあ、より強固な店舗へとあの成長するために。真面目か真面目かよ、はい、真面目かよ、いけないの。はい、はい、じゃあぜひね、まあまたなんかエリアしようけどね、ちょっと機会見てやれたらいいっすね。そうですね、もう1年ぐらいやってないからね、うん、はい、はい、まあみんな見たいでしょうから。まあ福崎店とかでエリア合同するのもいいかもしれない。福崎ちょっと遠いな、はい、できた姫路駅前ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。ということでじゃあ設定カンパの感じどうします。じゃあ設定予想してもらいましょうか。予想してもらえますか。じゃあ予想どうやろうな。当たった人にチョコレート選んでもらってもいいけどな。みんな外れる可能性あるもんね。まあ僕はもう知ってますんでねそうやね、今日設定入れた森さんやからね、はい、あ、でも森さん今日ポイントは一番最後に座ってるからね。そうですね、あの僕は選べないという。そう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 、ちゃんと
フェアな条件にしましたね。ミュージックフェア。あの二人に笑いしようかね。わか, からへんか、ごめんな。はい、ノルソロの増大ですか、やったーってやってますけど。近いなー。近いぞ。はい、じゃあどうしようかな。じゃあお稲荷さんの台、お稲荷さん設定何倍やと思います自分。僕中間の4ぐらいで。4。はい。じゃあヒラポの台は？ヒラポが。ああ、僕やっぱ最初のハマりがきつかったんで1。ああ、低設定。じゃああれは低設定の爆出しかなと。はい、じゃあ森さん、はい、じゃあとりあえず森さんの設定聞いておこうか。私の設定聞きますか。聞こうか。一心不乱。1ですか。あの矢吹さんの台1でした。お前だ。お前ら1選べやった。森さんも座る前から分かっとったからね。お前ら1選べや思ったわ。お前ら。はい、滑ったんだけど。じゃあ一応じゃあ 6の台ありました今日。じゃあちょっと発表しますね。今日設定6座ってたんは、はい、お稲荷さん。お稲荷さん、はい、6でした。選ぶの、まあでもやっぱあれかな、エースがやっぱり結構多かったからね。ああいうのはやっぱ、ね、あんのかな、設定いい台はね。じゃあ6はもうお稲荷さん。ありがとうございます、はい、あと、もう一つね、ひらぽんの台は設定5。 5でした。上から2つ目なんですね。そうそうそう、1ではなかったけど、まあでも5なんやろ、スロットでも結構そのね、ハマるけど出るみたいなイメージがありますけど、なんかパチンコもそんな感じなんですかね。今日やっぱちょっと初当たり遅かったけどね。結構あの入ったらいかついような感じでしたけど、森さんは面白くなさそうやったもんね、1やから。分かってますからね。もうバレてたからね。1って分かってましたから、両サイドから取られていた感じだけど。じゃあ分かりました。じゃあどうしようかな。チョコレートね、今日持ってきたので、じゃあ1個だけちょっと出してもらっていいですか。怖いわ、マジ怖いわ。怖いわちゃうわ、ほんま怖いわちゃうわ。じゃあ森さん当たったから、森さんから選ばしたるわ。選ばしたるよ。選ばしたるわ。はい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 、はい、じゃあ目隠ししといて。いいな、歌舞伎の目隠し。ちぇーた、帰れや。帰れますか。帰る。お稲荷さんモテるわ、設定いいわで幸せ者を。歌舞伎似合いすぎる。なんでそれを歌いたいの。歌舞伎ロック。歌舞伎ロック、ああそうね、はいはい。じゃあ今日ね、一応茶色とピンクと赤があるんですよ。大江戸が二人、なんだ歌いたいの、見たかで。茶色とピンクと純白は。なんて言いました。茶色とピンクと赤。いやどれも厳しいなこれ。なんでよ。茶色とピンクと赤、茶色とピンクと赤ね、あるんですけど。いやまあもう僕はもうね、はい、もう店長らしく最後に選びますよ。じゃあ、ええの最後で。またさっきの1の同じ感じじゃなくていい。大丈夫、ちゃんとミュージックフェアにしますよ。ちゃんとミュージックフェアね。はい、あの僕に最後あの無理やりあのやらせでやるっていう。あ、それはやらへん、それはちゃんとやるから大丈夫よ。はい、はい、じゃあもういいですよ。じゃあまあじゃあいい設定や、6座ってたね。じゃあお稲荷さん、赤かピンクか茶色。あ、じゃあ僕ピンク言われてたんでピンクでいきます。ピンクでいい。じゃあ、はい、ちょっと待ってね。じゃあ渡すから、まだ、はい、まだ何もせんといてね。渡すだけ渡すんで、うん、じゃあこれ私はね、声持っといてね。はい、はい、じゃあヒラポン、茶色か赤かどっちがいいですか。あー、茶色で。茶色いく。わかりました。じゃあヒラポンも渡すから持っといてね。普通に茶色言うたけど大丈夫か。はい、ちょっと置いといてね、持っといてね。はい、はい、まだ大丈夫やからね。じゃあ森さん残りもやけど赤でいい。いや、もう赤しかないんでしょ。赤しかない。もう赤しかないよ。どうですか。赤しかないから、ちょっと待ってね。じゃあごめん、じゃあ柴さんこれ渡してあげて、赤。はい、屋根回すんな。あっち渡してあげて、はい。じゃあ、何これ。あじゃあとりあえず森さん食べようか。何これ。食べて、そのまま。何これ、ちょっと食べれる、これなんか形がまずわからない。じゃあ見る。じゃあ2人も目取っていいよ。じゃあ、お、大丈夫かな。はい、何が分からんか分からんぞ。いやいや、え、じゃあ食べて。確実にこれ違うんじゃん。はい、じゃあ、はい、森さんごめん、また2人ともうまい感じで茶色とピンク選んだからさ。え、マジで。あれ点がチョコなんですよ。ああ、なんか言ってますね。はい、じゃあ森さん赤のチョコレートやからさ、ちょっとあみあみなめなめして。顔が歌舞伎なんかそのままなんかよう分かれん。
なんでニャンコスターやねん、競技取ったんやろ。よしてますよ。ああ。ラインこれ。ということで赤はね激辛チョコレート、はい、でも今日不正ないから一切なんで普通、全然普通赤とか辛いイメージ想像するやつそのままストレートに激辛にする。いやいやだって今日ピンクとチョコあの茶色やったからさ。そうですよ、ね、そうそう、まあ多分ね私お稲荷さんピンク選ぶんちゃうかなと思っとって、多分大丈夫やなと思ってけど、天がチョコ食べて、いや一番、天がチョコね出してもらってもいいよ、私もちょっと中身知らんから。いや一番ピンクはアンパイやと思ってたからやっぱ選べばよかった。やっぱテーポリさん持ってるわ、茶色が怖いな思っとって、逆にほんまに。なるほど、いやなんであえて僕がいたんそうそうそう、あれ美味しい思っていたよ。そうそうそう、赤いやつだ今日は。これドンキとかでも売ってるわけ。何がかかってんのこれ。え、ジョロキア。ジョロキア。ふんがふんが言ってる。ふんがふんがフランケン、ダマスダマスのドラキュラ。余裕やな森さん。いやいや余裕はないっす。さすが元芸人。やっぱ森さん持ってるわって、ね、天がチョコの味知りたい。どんな、中身でも普通のチョコレートやと思うけどね、外の器がなんかちょっとね。そうですね、ね、もう自分ら持った瞬間にもう買った思ったやろ。いやいやいや何持ってるか分かれへんもんね、だってね。そうですね、じゃあそれは多分中身は普通のチョコやと思うんでね、ぜひ食べてみ。さすがに私市販の中に細工はできひんで、ね、一つ食べてみて。あ、ほんまりゃ辛い。森さん天がチョコいくら。あーちょっとごめん値段覚えてないわ、なんかと一緒に買ったから。ただまあそまあまあやったんじゃん、500円ぐらいじゃん。エロ本と一緒に誰がやろ。それ森さん。僕はあれですね、ストロベリーチョコレートです。あ、ストロベリーチョコ、ちゃんとお袋のチョコレートが。お袋のチョコレート、そうそう、生チョコっぽい感じです。森さんいただくのね。あ、メルティーキスみたいな。あ、メルティーキス。森さんって同期の芸人さん誰なの。江原さんちゃうこと。江原正弘と、はい、石橋狭間。あ、そうそう、石橋狭間さんということで、本日はね、はい、加古川店から、3人でね、一つ頑張っていただきまして、まあ、バレンタインデーウィークということなので、今日はね、赤いチョコに、はい、ドクロを入れさせていただきました。顔がおもろい。めちゃ食うてるやん、あの人。あの人めちゃ食うてるやん。平野君の方です。あの普通のチョコレート食べたら、はい、さらにお腹の中で、なんか、さっきの働きと混じって。化学反応起きてますね。やばい、爆発してる。ケミストリーした。刺激の部屋ちょっとだけお願いと言うけどね。じゃあこんな感じでね、以上一回ちょっと切りたいとは思いますので、思いは思いのままで。はい、ということで明日はね、気候チャンネルは痛み店スロット痛み店の配信なんですが、ダーツ配信しますのでね、ぜひそちらも見てください。あなたは帰る。いや今日はそのエンディングテーマで、あの日の場所。じゃあひらぽんとね、お稲荷さんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。それではさよなら、バイバイ。さよなら、溶ける魔法は希望の光が見やる。結構な、ヘビコな、全部幅を見る。さよなら。はい、OK です。あー